さあ、昨日までの雨が止みまして、本日晴天に、恵まれました岡崎市でございまする。全国の JFL を愛してやまない皆様、こんにちは。本日は第24回 JFL 日本フットボールリーグ第11節 FC マリアス岡崎対ホンダ FC の一戦を、こちらマリアス岡崎龍北スタジアムよりお送りいたしまする。さあ、画面出ておりますかな。さあ、本日も、実況解説はこちらの3名にてお送りいたしたいと思う。4月ぶりですかな。飽きましたね。飽きましたね、はい、確かに2ヶ月ほど飽きまして、はい、4月の LINE メール青森戦以来となりまする。まず実況を務めまするわしが、この岡崎市で活動しておるグレート家康公青い武将隊の井伊直政と申しまする。そして本日も解説にはこちらのお二人にお越しいただいておる。では自己紹介をお願いいたします。はい、平井翔輝と申します。よろしくお願いします。する合わせていただいて、また船谷圭介です。よろしくお願いします。はい、よろし、後から後付けのルー、はい、ありがとうございます。本日この3名にて、この熱い一戦の模様をお送りいたしたいと思います。はい、ゆえにどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、今ピッチ上では、選手の南々が鍛錬といいますか、鍛錬してますね。調整を行っておるというところでございまするが、はい、ね、今見た感じどうです、その雰囲気というか両チームの。いいっすねこれ。あ、いいですか。それは良かったです。相当仕上がってますね。ちなみに申しますとですね、現在 FC マリアス岡崎は、はい、JFL の方では、ま、首位、はい、昨日のですね、武蔵野ユナイテッド、東京武蔵野ユナイテッド FC が引き分けまして勝ち点1を得たことによって暫定ではございまするが、今FC マリアス岡崎は2位の状態と、はい、いうことになっております。ただ、ね、試合数がね、はい、そうなんです。昨日行われたのがこの1試合のみということでございますので、本日の試合の結果以下では全然変わりうると言いますか、はい、FC マリアス岡崎が、首位をまだこう維持することが可能であるというところでございまして、はい、対するホンダ FC の方はですね、現在勝ち点16の順位7位というところでございまして、うん、この両者の対決、実はですね、わしも調べておったんですが、はい、対戦成績ここまで16戦ほどやっておるらしいんですが、やってますね。1勝4分け11敗とだいぶ負け越してます。そうなんです。11回死んでるってことですかね。戦的に言うと対戦を生かしておるということでございまするが、ゆえにこたびの相手はかなりこう強敵といってそういないと思いまするが、はい、いかがでございますか、こことの対戦気合入っておりますかな、選手の南々は。いや、もちろん入ってると思います。ですよな、はい、実はこの一戦、勝利をしておる試合というのが、はい、一昨年2020年の試合でございまして、はい、船井殿も、あ、船谷殿も、平井と船谷に混ざりましたね。失礼いたしました、はい、フュージョンしました。フュージョンないよ、戦に。申し訳ございません、はい、船谷殿も、平井殿も、はい、出場をしておられた試合というところなんですけれども、はい、ホンダ FC 戦ってみていかがでございましたか、そのプレースタイルと。やっぱりホンダ FC のプレースタイルといえば、なんだろうな、自分たちがボールを保持して主導権を握るサッカーかなと思うんで、やっぱり持たれる時間は長かったですよね。あ、なるほど、なるほど、はい、もう何しろその2020年の時点というのは、今、はい、FC マリアス岡崎の指揮を取っておられる井端監督が、はい、まさにホンダ FC の監督であった時代と。そうですね、総大将やったっすね。総大将、何総大将って、井端殿であって、はい、で、その当時コーチを務めておられた阿部博之殿が今、はい、本大 FC の監督を務められておるということで、はい、これは監督同士で言えば師弟対決のような様相を呈しておるということなんですかな。そうですね、うん、やはりそうなるとお互いのプレースタイルというのは似てくるものなんですか。いや、似ますね。似てくると思います。あ、なるほど、なるほど、はい、となると互いにこう対策の仕様もあるというか、はい、そういう辺はもう割と分かりきった状態で臨むと。まあ、そうじゃないですかね。お互い絶対勝ちたいですよね。そうですよね、ここはもう、はい、わし勝手になんですけど、はい、こたびこの FC マリアス岡崎殿は岡崎が、本拠地、はい、で、ホンダ FC 殿は浜松が本拠地と、はい、
これどちらも徳川家康公に大変ゆかりのある地でございまして、はい、浜松はどんな感じでゆかりがあるんですか。家康公がですね、岡崎を出た後に入ったのが浜松でございまして、その浜松城の城主を務めたことでその後出征をしていったということで、岡崎はまさに出征の地、出征ですよね、生まれた場所、はい、で、浜松は出世の地ということでございます。わし勝手に家康ダービーなんて思ってやってるんですけど、そういうことですねあ、ついてこないと思いましたので申し訳ございません。わしが勝手にこう熱くなってるだけでございます。いやいや、認定しましょうありがとうございます、はい、船谷殿、そういうことですね。僕も実は徳島県出身で、はい、やってるんですけど。やってるってどういうことゴールパフォーマンス、阿波踊りとか、ですな。なんですけど出生地は大阪なんですよね。あ、そうなんですか。そういうことですね。そういうことです。家康公でいうところの、だから、はい、大阪と愛媛が、徳島ね、岡崎。あ、大事大事やっぱり。阿波の国は。そこは大事か。ちょっとわしも浮き足立っております。伊予じゃなくて阿波なんで。集中いたします。わからんわからん。阿波でございます。伊予の国は愛媛でございます。わかるんや。わかります。わかっちゃうんです。ということでございますので、この両者の熱い一戦はわしもかなり期待をしたいと思っておるところでございまする、はい、さあではここでですな、まずは、両者のスターティングメンバーをご紹介させていただきたいと思います。はい、まずホームですな、フィールドプレイヤー赤のユニフォーム、ゴールキーパーが黄色のユニフォーム、ゴールキーパー背番号41角井栄太郎、ディフェンダーが、5番徳武、6番大塚、10番、岡部匠、中盤ミッドフィルダーが3番武田、16番地主園、23番西村、28番花井、そして前線、フォワードがですな、7番塩谷、8番小栗、そして11番の林雄飛ということでございまして、この地主園選手というのがこたび今シーズン初スタメンということでございまするが、はい、うん、このお方のプレイスタイルといいますか、特徴は何かございまするか。特徴は、まあ、まずは上下動。上下動、はい、あ、もう前にも後ろにもどんどんこう動いて、はい、攻守ともに動ける選手。そうですね。ああ、なるほどなるほど、はい、運動量の運動量多い選手と、はい、いうことでございますな。そしてですね、こたび8番の小栗和也選手が、JFL 通算100試合出場という記念の、試合ということで、この後セレモニーがあるということでございまする。まあ、小栗選手は今シーズンからこの、FC マリアス岡崎の方に加入をいたしまして、昨シーズン最終節ではなんとこのマリアス相手に1点、決勝弾を決めた選手ということで。そうですね、はい、そうなんです。その相手が、こたびは味方として、出場してくださるということで、ね、力強いというか心強い味方と言ってそういないと思いまする。あ、そして、対するホンダ FC でございまする、こちらですな、フィールドプレイヤー白のユニフォーム、ゴールキーパー緑のユニフォーム、ゴールキーパー1番楠本、ディフェンダー3番三浦、11番堀内、15番岸田、ミッドフィルダー4番八戸、7番松本、8番佐々木、13番岡崎、17番草刈流星、そして前線フォワードが5番鈴木、そして10番の富田優也という11名でございまする。この前評判で聞いておりますると、この13番の岡崎優希選手は、はい、この岡崎の岡崎城西高校出身ということで、うん、岡崎出身の岡崎選手なんですけれども、岡崎の申し子っす。岡崎の申し子ですな、はい、もうこんなにおるけどな名字も岡崎、出身も岡崎、はいはい、でしかもこの選手は昨シーズンのなんと得点を、そうなんですね、16得点、はい、を決めておる選手ということで、大変得点力のある選手でございまするが、はい、ゆえにここはちょっと注意をしたいなと思う選手でございまするな。間違いなく、ここが攻撃の軸になってくる可能性がござると。うん、スピードのある選手なので注意はしたいですよね。この岡崎選手がもうトップ下というんですか、中盤の中央に位置しておりまするがゆえに、はい、ここが要になってくるということでございますかな。そうですね、この予想フォーメーションではそうなっているので、まあ、始まってみないとそこは分からないんですけど。なるほど、はい、そこも注目して見ていきたいなと思っておりまする。さあ、試合まで残り20分ほどでございますかな。本日はですね、気温が予想31度ということで、うん、もうほぼ今の時間帯で30度に近づいておるということでございます。はい、で湿度も 40% 前後と
この気候はいかがでございます、選手としては。うーん、暑いと思いますやはりもう正直に暑いと、うん、体力面であったりとか、はい、こう集中力の面、やはりこう、うん、厳しい部分がある、あるとなってきますかね。だからどんだけやっぱり攻撃と守備だったら守備の方が疲れるんで、あ、なるほど、まあ、いかにボールを握るかですね、その回されるか回す方か。なるほどなるほど。それで疲労度が結構後半になってグッとくるので、やはり後半にかけて体力勝負になってくるということですね。やはりこの私もこの本田 FC 殿の前節などとの試合を見ておったんですけれども、はい、パスサッカーといいますか、はい、しっかり回して、攻めていく。で対する FC マリアスの方もパスサッカーが今、はい、特徴としてあるような感じがいたすんですが、はい、やはりこのパスサッカー同士の試合というのはこの運動量であったりとかもろもろ選手の負担になる部分もあるということなんですかな。まあ、ボール持てる方のチームが体力的には楽できるかなと。なるほど、どれだけこのボールを保持できるか、はい、先ほど左殿に言っておられたような、はい、なるほど、そこはもうぜひともね、この暑い中でございまするがゆえに、はい、優位に試合を進めて何としてもこの通算2勝目を挙げていただきたいなと思いまするな。そうですね、11回負けてるんで。そうなんです、はい、調べましたら11回負けております、はい、ちなみに昨シーズンも、2戦いたしまして、1分け1敗と、はい、負けた側も1対6という大変得点を多く挙げられてしまったというところがございますので、うん、かなり選手の方は燃えておるのではないかと思いまするが、はい、ね、もう点の取り合いみたいなのを期待したいですね。見てる側は面白いですね、まあ、点の取り合いは多分選手側からすれば止まったものではないかもしれませんが、ぜひともね、こうたくさん点を決めて、はい、熱い試合をお送りしていただきたいなと思いまする、はい、さあ、こたびの放送はですね、ユーハ味覚糖殿の協賛にてお送りをいたしておりまする。この試合の方もそのユーハ味覚糖の社員の方が見に来てくださっておるということで、うん、ありがとうございます。もうね、プッチョであったりとかですね、刺激キックス、はい、後からまた食べます。めっちゃ食べますシゲキックス、あの暑い時期あの酸っぱいのたまらんですよね。たまらんすね、うん、あ、出てますな、あのユーハ味覚糖殿の商品たちでございます。プッチョ、このコロロっていうのもね、こう食感が大変変わっておって、はい、面白い、ね、お菓子でございまするが、アップデートされてますよね。あ、もうだってもうプッチョこれ冷凍みかんですよ。ほんとじゃあ、はい、いろんな味ございますね、プッチョって。ありますね。ね、冷凍みかん。冷凍みかん味ですよ。すごいです。これシャリシャリ食感って書いてあるんで。みかん味じゃなくて。この冷凍感をこのシャリシャリで表現してる。すごいよね。ということですね。はあ、これはちょっと夏に欲しい一品ですね。そういうことですね。でも後でいただきましょう、これ。いただきましょう。シゲキックスはわしらさっき。めちゃくちゃ酸っぱいやつ。3人でいただいたんですけど。はい。キューなる、あれはやばいですね。顔全体のこのパーツが中央に集まるんじゃないかってぐらいキューってなる酸っぱさで、まあ、癖になりますね、あれは。やっぱあの癖になるのがいいんでしょうね。いいんですよ、はい、酸っぱいのってね、お菓子で酸っぱいっていうのがこの新しいですよね、うん、それを作り出したこのユーハ味覚糖殿はすごいですよ。なかったですか。なかったです。もうわしらの時代にない、ないですか。あのユーハ味覚糖殿の商品でいうと、あの忍者飯っていうのもあるんですけど、あ、はいはいはい、はい、わしらの時代に食うておったような忍者飯とは全然違う、もっと美味しいやつですちゃんともっと美味しいです。なるほど、ただ、それではですね、本試合の、協賛企業の方をご紹介いたしまする、オリエンタル設備工業、ハウスメイト、日東建設、明治安田生命、丸安工業、ANA、 ホットスタッフ、東海東京証券、アスレタ、富田病院、東海機械、以上各社の提供でお送りいたしまする。誠にありがとうございまする。さあ、試合15分前でございまする。もう今ですな、はい、ピッチ上では、
鍛錬終わりましたね、終わりまして、はい、静けさを、はい、水巻いてますね、巻いてますね、なんかっていうか、なんか、まあ、天然芝でございますからね、はい、天然芝のこう養生といいますか行っているところでございます。現在ですね、皆様にも聞こえておるかもしれませんが、本日のスタジアム DJ も実は我ら、はい、グレート家康公葵武将隊の武将でございまして、榊原康政という武将が行っております。安くんですね、ヤスくん、ヤスくん、そんな呼ばれ方なんですか。わし呼んだことないです。ないか。どういう風に呼んでるんですか。ヤスマサ殿です。ヤスマサ殿。わし葵武将隊の中でもこう序列的には下の方でございます。序列があるんですね。序列ございますな。ね、まあ、殿が一番上。殿はもちろん一番上でございますが、徳川四天王と言われる4人の中にも序列ございまして、わし一番下なんです。その中一番下なんですか。一番下でございます。故にヤスマサ殿も。まあ、上司のようなものでございます。ああ、そういうこと。まあ、先輩みたいなことですかな。うん、まあ、戦においてはもう先輩も後輩もございませんゆえに、ね、変わらずやるわけでございますけども、安政殿とはですね、まあ、ちょっといざこざいろいろございまして、400年前、あ、今じゃないですよ、今じゃないですからね。喧嘩っすか。まあ、喧嘩でございますな。今わしが来ておるこの赤備えっていうのは、もともと武田信玄殿が持っておった軍団なんですよ。それで武田が滅びた後にその残った家臣たち赤備え衆をいかがするかとなった時に、家康公はわしに全てつけてくださったんです。へ、うん、なんですけども、安政殿がなんであんな若者にやるんだ、なるほど、怒って直政と差し違えて死んでやるって言って、本当にそれぐらい怒ったらしいんですけれども、まあ、最終的にですよ、最終的には他の武将が、間に入りまして、今ではもうわしが死んだら主も死ぬみたいな、主が死んだらわしも死ぬぐらいの、それぐらいこう命を張り合う相手というか仲間になっておるわけでございますが、昔はそのぐらいのいざこざがあった相手でございます。はそういうのがあるんですね。そう、もうあの時代はすぐ命に話持っていきますから、命の話持っていきますので、そういうのいろいろございました。そういうことですね、うん、今はそういうのないですよね、もう現世では。どういうことですか。いや、ないことを祈ります。さすがに、さすがに平和であってほしいと思いますので、はい、そうなんです、スタジアム DJ の、ゴールの声がこたびこの、龍北スタジアムに響き渡るのかどうかというところも、はい、聞きたいですね。聞きたいですよね。いっぱい聞きたいですね。聞きたいし、わしらも言いたいですね、はい、ゴールって言いたい、ね、言ったことございます、ゴールって大きい声で。ないです。決める側ですからね。いやいや、お二人は決める側でございますからね。そうですね、あるわけがないということでございますので、足が代わりに言いますね。お願いします、はい、なんかございましたか、平井殿。いや、全然大丈夫です。何もないですよ。あ、また水巻いてますね、これ。逆側巻いてるだけ。逆側巻いてるまたとかじゃない。両側まんべんなく水を巻くっ、まあ、やっぱお互いね、パスの多いチームなので、あ、なるほど、ボール保持のしたいチームなので、はい、水まいた方が、あ、そうなんですか、はい、わしその人工芝と天然芝の違いっていうのをあんまり知らないんですけれども、はいはい、どんなこと特徴ござるんですか、はい、どういうことですか。やりやすさといいますか、どっちの方がいいとか、球の転がり方といいますか。あ、天然芝の方がもちろん、あ、違う、やはり、はい、で水が巻いてあるとなお良いってことですか。あー、ボールが滑りやすくなるので。ああ、なるほど。でもそのスピードが上がったり、なんです、この、はい、スピードが上がるのもあるかもしれませんが、はい、私が結構見ておって思うのは、はい、この弾む瞬間に急にこの速度が変わったりとかございませんの、その雨が降っておる中での、ね、試合だったりすると伸びるようなこと。 ありますよ。なので逆に濡れておったらやりづらいのかなって思ってたんですけども、あ、そんなことないんですか。そんなことないです。むしろ濡れておった方が、はい、適度な、あ、なるほど、今この適度な水量で、はい、適度な水量です。巻いておるというところですね、はい、なるほど、なるほど。あ、じゃあ今の状況というのは選手としてはパスサッカーはしやすい、はい、あ、なるほど。じゃあこのパスどのようにね、繋がっていくのかといいますか。そうですね、平井選手いなくな、平井殿いなくなりました。いなくなりました、ね、今船谷殿と2人でやってます、はい、こういうことあるんですか。あるみたいです。あるんですか。まだわし多分お二人とやるの2回目なんですけど、はい、多分初めてですよこれ。まあ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 。そうトイレかな。あ、顔屋ですか。トイレですか。、はい、ね、なんか割とまだこの試合が始まる前ですので、はい、
こちらもちょっとゆるゆると、はい、まあ、お互いあれですね、ポジションの取り方っていうか、ああなるほど、立ち位置はをすごく大事にしてるチームだと思うので、立ち位置、はい、と言いますと、攻撃してる時の、まあ、ポジショニングですね。なるほどなるほど、はい、ボールをもらいに行く、あ、どこに立つかっていうのを、はははは、そこは、はい、注目というか、あ、じゃあもう僕は楽しみにしているところですね。互いの駆け引きと言いますか、そうですね、そこの、はい、あ、なるほど、この度そうですよね、そのフォーメーションを見ておっても、はい、両者ディフェンダーが3枚ずつ3バック、はい、ということはこうちょっと攻撃寄りということなんですか、これは。それはそうとも言えないんですけど、さようですか、はい、これ丸安の方も3バック予想、ええ、今年多分まだやってないので、そうですよね、前わしらがここで見させていただいた試合も 4-4-2 あ、そうですね、何かの形だったのが、はい、こたび 3-4-3 と、はい、いう形で変えてきましたもんね。これも、まあ、フォーメーション予想なので、あ、なるほど、実際はどうか分からない、まあ、やってみて、見てあれですね、4枚なのか3枚なのか後ろが確認はできると思います。なるほど、はい、ホンダ FC の方も中盤5人とちょっと厚めな状況にしてきておりますけども、はい、これはもう攻守ともにこう動きやすくするためとかでもあるんですか。まあ監督の狙いがって感じですかね。お、なるほど、どのような狙いでこういう布陣にしたのかというところで、はいはい、ここちょっと楽しみですね。ですね。3枚ディフェンダーというのは、はい、そのディフェンス面においてはどうなんですか、その各個人の負担みたいなのは増えるものですか、はい、チームにもよると思いますけど、はい、3枚の場合だとその外になんていうんですか、いるんですよ。あ、その中盤の、はい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 、なるほど、ウィングバックって言われる選手が、はあはあ、この武田選手と、地主像の選手、はい、守備の時には5枚になるパターンが多いかな。なるほど、はい、この2枚が下がってきて、はい、押し込まれた時は下がって5枚みたいなイメージですかね。なるほどなるほど、じゃあこのお二人の動きにもかなり注目したいってことですね。先ほども言いましたけど、人指導の選手は初スタメンなんで、そうですな、気合十分だと思います。そうですよね、ここでどれだけの活躍が、はい、おかえりなさい平井殿、ずっといましたけどあの多分映像に出てましたよこれ、え映像に出とったのでいないの分かってたのかもしれません。ずっといたんですけどここにあれおかしいな、あ、無言で座っておらっしゃっただけで、はい、そうですね、はい、全然話入れてくれないからすいません、自分で入ってくるもんやちゃんと振りますね、はい、平井殿、すいません今あれですよ、両者の布陣について話をしてます。知ってますよ、はい、話してましたね。知ってますよ知ってますよ、知らない人もいるやつ、知ってました、知ってました、知ってました、はい、人形ですよね。人形でございます、はい、今地主殿の話です、地主の、はい、地主って呼んでるんですか。僕の一番の後輩ですね、可愛がって、可愛がってた。さようですか、はい、地主は、地主呼んでないやんひでやん、地主ゾノなんすけ、地主ゾノって名前なんすけど、はあ、土地は持ってないらしいです昔持ってたんやろね。あ、なるほど、そこからゆかりが来てるということですね、はい、それは鹿児島にはいっぱい地主ゾノいるらしいです。あ、さようですか、はい、鹿児島出身の選手なんですよね、はい、あの訛りが大変すごいって聞いてますが、取れんすね、取ってないだけかもしれないです、あれわざと、はい、なんか聞いた話では別に訛ってないってご自身でおっしゃってらっしゃるってたまに言ってますね、えげつないな、訛りします、まあ、試合ではその訛りを聞くことはできませんけども、そうですね、ね、あ、でも呼ぶ声もちょっと訛ってるかもしれないあ、呼ぶ声って訛るもんなんですか、もしかしたら名前がですか、彼ぐらい訛ってればそんなに訛っとるんですか。その当時も訛りとかあったんですか。ございます、ございます、やはりもうね、それこそ鹿児島なんかはそうですよ、その島津の本拠地でございまするがゆえに、島津義弘であったりとか、あやつらはかなり訛っておったと。もう何言ってるか分からんぐらいですか。分からんぐらいでございますね。もうそうです、そうです、今ほどこう共通語っていうものが多分、はいはいはい、ね、あ、そうですよね、広がっておりませんのゆえに、はい、それぞれの国がそれぞれの国でこう話しておった言葉が違う可能性ございますね。そうなんですね。っていうのはそうです、わしらの、そうですな、今であればこの日の本、日本というのは一つの国でございますが、当時はもう50以上の国に分かれておりますので、やはりそこの国同士の違いはあったと思います。そうなんですね。今日ってこれ
戦国時代の話の YouTube ですか？違います。これ前回もそうなりかけたので修正しましたけども。あ、サッカーですか今日？サッカーです。あ、サッカーなんですね。サッカーでございます。今ちょっとね、あ、今ですね、出てきましたね。選手の皆様が入場いたしました。拍手で、皆様大きな拍手でお迎えいただいております。見ての通り、向かって左側、ゴールキーパー黄色のユニフォーム、フィールドプレイヤー赤のユニフォームが FC マリアス岡崎、そして向かって右側、ゴールキーパー緑のユニフォーム、フィールドプレイヤー白のユニフォームが、ホンダ FC というところで、両者22名が今この戦場に降り立ち申した。さあこれよりですな、試合13時のキックオフでございまするがゆえに、この5分後いよいよ試合が始まるというところで、いやちょっと緊張感ございますね。なんだかさすがにね、戦場なんでね、戦場でございますからね、わしらの時代でいうところの戦場が。はい、先ほど申しましたですな、8番、FC マリアス岡崎の8番小栗和也選手がですな、本日 JFL 通算100試合出場ということで、これよりその、記念式典と申しますか、セレモニーを行います。プレゼンターは誰ですかね。そこ注目してるんですか。楽しみですね。あ、あ、いらっしゃいましたね。あ、マリアス工業副社長の加藤さんですね。副社長自ら。副社長自ら。はい。あ、加藤ゼネラルマネージャーの方から花束が、そして拳を。こう当ててかっこいいですな。加藤さんはもうすごい人ですからね、うん、あ、さようでございますか、はい、もう今男気のあるこの挨拶ございましたね、はい、こうグー同士でコンってこうぶつけ合う、はい、さあこれよりはですな、選手の写真撮影の後に、いよいよ試合が開始となります。楽しみですね。楽しみですな、うん、もうね、ことはやはりこのホンダ FC も浜松が本拠地ということで、はい、近いということもあってか大変多くのホンダ FC サポーターの方もお越しいただいておりまするが、はい、ゆえに、これはもう両者のサポーター同士 の、はい、この応援合戦なんていうのも、ね、白熱しそうですね。声出せないですもんね。そうなんです。今はもう、そう、この流行り病、新型コロナウイルスの影響で、はい、流行り病、流行り病でございます、はい、ね、これ流行り病はもう戦国武将でも叶いませんのゆえに、ね、お客人の皆様は手拍子であったりとかで、応援をしてくださるというところでございまする。さあ今写真撮影を終えまして、はい、間もなく試合前の最終調整と、そうですね、いうところでございますね、はい、私さっき船谷殿に聞いてびっくりしたんですけど、両者が使っておるボールもともと白なんですね。もともと白っすよ。ホンダ FC 殿は今白じゃないですか。あ、ボールね、ボール、はい、FC マリアス岡崎殿が使っておるボールはもともとから灰色のボールなんだと思ってたんですけど、はいはいはい、あれ元は白なんですか。あれは白で、練習場が人工芝なので、なるほど、ゴムチップの色がついちゃってるのかな。まあ、それか相当練習してるかっすね。いや、そういうことでございますよね。もしかしたらホンダは相当練習して、どういうこと。いや練習してると思います。してるっすね。ホンダ FC も相当練習、相当な、やっぱ練習したら古くなっていくじゃないですか、ボールも。ねえ、なんかもうだからあえて練習しまくってるから黒くなってるんかなっていう。違います。違うか。違うんですね、はい、それは違います。練習場の影響ということですね。あ、そういうことですね。違うか。でもね、確かにその練習をしておるのは間違いないですから、もちろん両者かなりの鍛錬を積んでのこの試合でございまするがゆえに、はい、ぜひともね、熱い一戦をお送りいただきたいなと思いまする、はい、でもホンダ FC 自体は本当に皆さん言っておられますけども、強豪ということで、はい、もう JFL でも優勝回数が大変多い、はい、先ほど J クラブも多分恐れてますよ、ホンダ FC。まあ、天皇杯でね、はい、よくそうですな、ジャイアントキリングと言われる。あ、さようで、先日の、6月1日に行われました天皇杯第2回戦のベガルタ仙台を相手にした試合が、まあ、1対2でホンダ FC 敗れてしまってはいるんですが、はい、先制点を決めたのがホンダ FC というところで、うん、はい、でもうその本当に先ほど申された通り J も恐れるほどのチームでございまするがゆえに、はい、あ、やっぱり3バックですね。そうですな、うん、あ、でもあちら FC マリアスの方は5枚が同じ列におるように見えるんですが、あ、さっき先ほど言っ
った今年に、はい、これもまず守備の形はウイングバックは後ろに下げて、まあ、5枚っぽくそこがもう流動能動的に動いていくそうですね攻撃になったら前に出て3バックな形になると思います。なるほどなるほど、まあ、それはお互いかもしれないですね。そういうことですね、はい。間もなくキックオフでございます。キックオフはホンダ FC のキックオフにて始まります、はい、さあ、第24回日本フットボールリーグ第11節 FC マリアス岡崎対ホンダ FC の試合ただいまキックオフを迎えました。はい、いいですね。さあ向かって左から右に攻めるが FC マリアス岡崎そして、右から左に攻めるが、ホンダ FC というところでございまする。さあまずはですね、もう一度ですが我々の自己紹介しときましょうか。はい、本日ですね、実況を務めてまいりまするが岡崎市の武将隊グレート家康公青い武将隊の井伊直政でございまする、そして、解説にはこちらのお二人自己紹介をお願いいたしまする。あ、平井翔輝です。船谷圭介です。はい、こちらのお二人にこの試合の模様を、じっくり解説をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いしまする。お願いします、ね、平井殿優しいですよね。優しい、そうですか。なんかあのいじってるんじゃなければ優しい。いじってるんですよ。いじってましたか。ですか、平井。これあれですか。は、歴史の YouTube。 違います。ちゃうよ。サッカーの模様をお送りする番組でございます、はい、始まってますよね。画面見てよ、はい。さあ今 FC マリアスの、スローインにてリスタートいたしまして、はい、細かいパスつないでまいりますな。さあ左サイドから前へ送っていく。さあここを奪われて、ジルショートのファーストタッチ。あ、いいですね。ジルショー触りましたね。ここはキーパーに下げます。落ち着いてますね、角井太郎。角井選手はこのロングパスが大変正確で、はい、この攻撃は私何度も見ておったもんですから、はい、こたびもそれを期待したいなと思うんですけれども。そうですね、キーパーで今年2アシストぐらいしてるんじゃないですかね。さようですか、はい。まあ、戦国でいう弓矢ですね。弓矢でございますな、はい、もう、 どういうことですか。遠いとこから狙撃するっていう援護射撃のようなね、鋭いパスでございます。鉄砲じゃなくて、そのこう山なりにそう飛んでいくところでいうと弓矢なのかな。あ、そういうことですか。鉄砲なんか邪道っすから、ね、何の話しとんの。本当に戦国チャンネルになりそうですけど。はい、角井殿ここでボールをキープいたしまして、はい、もう本田 FC はかなり前の方にこうディフェンスライン上げてきますね。はい、特に立ち上がりはあ、もう前のめりに主導権をどっちが握るかっていう戦いになると思うので。ここで奪われて、はいはい、八戸がボールをキープします。さあここ奪った、ここはボールこぼれましてゴールキックになります。確かにもう今反対側本田 FC 側にはキーパーしかいない状態という、はい、ほぼ10人が、はい、FC マリアス岡崎側の陣内にいるということで、はい、これはもう序盤としては結構定石なんでございますか。まあまあお互い多分プレッシャーは強めにいけると思うので、はい、こう一人一人がどんどんこう波状攻撃のようにかぶさってくるようなように見えますので、はい、こう枚数をかけての攻めというのが本田 FC としても作戦としてあるんですかな。やっぱり相手コートで試合を運びたいですよね。あ、なるほどなるほど、はい、早い場所でボールを奪ってと、はい、さあ7番の、塩谷が奪いまして、ちょっとサイドには、こぼれまして、本田 FC のスローインでございます。5番鈴木に渡りましたが、ここは前へとクリアをしてまいります。さあ本田 FC 後ろで回していく、右サイドから。あ、マリアスの方もかなり前の方で奪いに行きますね、うん、そうですね、高い位置で奪ってすぐに攻撃に移りたいと。お互いその前から来たところをうまく剥がす、剥がして攻撃していきたいチームなので。なるほどなるほど、はい、これで細かいパスをどんどんつないでいくっていうところなんですな、はい、さあキーパーまで下がります。1番の楠本、本田 FC の5番の鈴木選手は 2,3 年前まで僕フォワードでやってたんですけどセンターバックにいましたからね。あ、そうなんですか。もともとじゃディフェンスだった選手、もともと多分センターバックですよね、が鈴木選手は。
今フォワードとして、今フォワードで、去年とかはボランチやってたんですよね、多分一昨年ぐらいか。あ、じゃあもうだんだんこう前に上がってくるっていう、もういろんなポジションをどこでもできるんですね、選手。それで言うとあれですね、はい、あの FC マリアスの10番岡部選手も、はい、あ、そんな感じですよ。登録自体はミッドフィルダーという、はい、ことなんですが、で前節多分トップ下で出てるのでなるほど、はい、僕がいた時は2トップ組んでましたけど、ね、お二人でこう攻めをしておった、はい、してましたね。さようですか。 3年前とか、まあそれぐらいどこでもできる、あ、かなりあのユーティリティプレイヤーというんですか、はい、そうですね。あ、そういう選手を両者要しておると、うん、さあここでオフサイドの判定ですかね、はい、になりまして、ホンダ FC ボールとなります。あ、確かに攻めになると5人が1列に並んで、ね、しっかり網を作っていきますね、はい、さあ4番八戸から長いボールが出る。ここは10番の、富田、もう一度八戸からキープしていく。13番岡崎、岡崎出身の選手でございます、はい、さあここは奪いまして、ここから前に運びたい。塩谷が奪われてしまいましたな。ここもう一度後ろから、ホンダ FC 攻め直します。本当に狭い場所でどんどんパスをつないでいくっていうのが見て取れますね、はい、うん、でその中でもこうどんどん連動して後ろから人が入ってきてと、そうですね、いう前へ前へという姿勢が見られますね、はい、どこでスピードアップするかっていうのは大事だと思いますね。なるほどなるほど。マルヤスの方は前が1枚なので、そこに入った時にサポート早くしたいですよね。なるほど、そういうことですね。今塩谷選手が一番前というところに立っておる場所ですね、はい、ここを奪いまして攻めに転じていきたい。ここは奪われます。奪い返した。さあ塩谷に出る、この時ですね。さあ右サイド前へ、さあ8番の小栗選手がボールを持ちます。さあ反対サイドへ、3番の三浦選手、あ、3番武田選手がボールを持ちましたが、はい、ここ奪われまして、ホンダ FC ボールとなります。さあ右サイドで細かくつないでいく。こう長いボールが前線左サイドへ、うん、しっかりと対処できていますね。でも、はい、地主園選手はもうさっき前にいたはずなのに早いですな、戻るのが。先ほど申しておられた上下動、はいはい、上下へとどんどん動いていく、はい、体力面も大変ある選手なんですかね。ありますね。これはもうしっかり動いていただいて攻守に活躍をしていただきたいというところでございます。さあ右サイドから、さあ突破を図る、うん、さあセンタリングが、ヘディングは、ゴールの上を越えていきました。5番の鈴木選手のシュートでしたかな、はい、本日最初のシュートと、そうです、ね、いうことになりますかな、はい、1本目のシュートはホンダ FC がヘディングで、打ってまいりました。さあこのゴールキックの状態でも、はい、ディフェンダーもホンダ FC 側のディフェンダーはもうほぼ中央のラインから動きませんね、はい、やっぱマリアスの方もまずはつなぎですね、もう短いところで蹴るんじゃなくて、やっぱ人の距離感を良くして、なるほど、広く、はい、パスを回していくと、はい、6番の大塚から小栗にボールが渡る。もう一度中央へ、中央徳武でございますな。さあ前へ大きなパスが出た。ここはつながらず、スローインとなりまする、はい、今狙いとしては狙いはいいと思います。しっかり走らせて裏を狙っていくと、はい、さあホンダ FC のスローインからリスタートとなります。結構割とこう遠くから見ておっても全体がコンパクトというんですか、はい、このボールに対して狭く狭く陣を張っているように見えるんですが、はい、これもやはり奪ってすぐパスをつないでいくという狙いがござるんですか、ね、そうですね、お互い人と人の距離感が、まあ、近い方が、なるほどなるほど、はい、パスは通りやすいので。さあ左サイド八戸から中央へのボールはカットとなります。さあもう一度本田 FC のボール、ここは西村がカットいたしました。
さあここから攻めに転じたい11番林雄飛、はい、押し上げたいですね。さあしっかり枚数をかけていく、はい、前へ塩谷ボールが当たった。さあもちろん林のボールはここはつながりません。さあもう一度組み立て直します。大塚にボールが渡ります。さあ小栗からここで連動していきたいというところですね、はい、やっぱ監督は今丸安さん監督は距離って言ってるんで、あなるほど、まあ、人と人との距離感の話をしてるのかなと。しっかり動いていけという指示なんですかな、まあ、あんま遠すぎるとボールが回らないので。なるほどなるほど、はい、今のは丸安側のファールとなりまして、本大 FC の、フリーキックとなります。さあ前半まだ10分ほどというところでございますが、はい、立ち上がりとしてはどうですか。激しめなのか、はい、割とゆっくりと進めている感じなのか。どうかな、ゆっくりって感じはないですね。お互い割と両方ともこう積極的な、はいはい、あ長いボールが八戸に出る。ここを抑えた。しっかりと足元に収めました。さあ、うん、もう一度左サイド後ろへ。11番堀内からもう一度八戸に出る。裏に抜け出したがここはオフサイド。今の抜け出しはちょっと危なかったですね、はい、そうですね。やっぱりダイレクト使われると守備は対応しづらくなりますよね。なるほどなるほど。さあここも短くつないでいくのか、大塚が切っていきますな。さあもう一度中央で細かく回していく。西村から角井。右サイドへ大塚から裏へ抜け出す塩谷がいるが、ここには出せませんかね。塩谷触りましたが、その前にオフサイドポジションにおったようでございますな。す、ね、ここはオフサイドの判定でございます。本田外ライン上がってます、ね、高いね。やはりこれでも高いという感じいたしますか。いや相当高いです、うん、これ平井殿的にもそのフォワードとしては攻めづらいですか。うん、ちょっとボールはもらいづらいですけど、まあ裏抜けるタイプの選手なら結構嬉しいかなと思うんですけど、狙いはしやすいという。塩谷選手は多分そういうタイプの選手ではないので、なかなか多分難しいですね。まあ、2列目から飛び出せればそうですね、チャンスはできそうですよね。なるほど。塩谷選手が、はい、なんですか、ポストプレーみたいなことですか。受けて次につないでいくようなそういうスタイルなんですかな。多分ボール受けてさばいてっていう選手だと思うんで。なるほど。裏抜けてどうとかじゃないと思うので、多分2列目の林選手とか小栗選手が抜け出してとかの方がオフサイドとかにはかかりにくいかなと思います、ね、なるほど。そこを狙ってこう戦術を立てていくという、はい、相手のディフェンスも対応しづらいかなと。さあ右サイドディフェンスラインで回していきます。さあ前を向いて長いボール出る。右サイド、さあ裏抜け出していく。そこにつながるか、しっかりとボール対処にしていきます、うん、いい対応ですね。ここは FC マリアス岡崎のスローインとなります、はい、対応が早かったですね今のも、はい、今カバーが良かったと思います。さあ FC マリアスのスローインからリスタートでございます。後ろに反らしていく。ここは倒されまして FC マリアスのボールとなります、うん、塩谷選手も大変運動量高いですね、はい、そうですね。もう前に後ろにどんどん動いて、はい、やはり前線にそういう選手がいると中盤の選手もやりやすいというかいうのはございますかな、まあ、助かることは多いと思いますね。ここは裏を狙いましたが、サイドラインを割りまして本田 FC ボールとなります。さあもう今この放送しとる場所もちょっと暑さを感じてきておるんですが、ちょっと確かにムシムシしてるんですよね、はい、これは多分選手の方も相当きついんじゃないかなと思うんですけれども、はい、まだでもすごく運動量ありまして、はい、ね、これはタフでございますな皆様。
まあ、サッカー選手なので当たり前といえば当たり前かもしれませんが、そうなんですよ。当てないとね。はい、そのために練習してるんで。さあ八戸から左サイドボールキープする、あー、いい対応じゃないですか。後ろ下がって17番シュートを打ったが、これはカット、角井がしっかり対処します。はい、本田の選手は遠くからもしっかり打ってきますね。そうですね、マリアスの方も1本シュートで終わりたいですね。そうですね、まずはマリアス側もシュートで終わりたい、はい、シュートを打っていきたいというところでございますが、はい、さあ小栗選手から左サイド大塚へ、さあ塩谷が走っている、ここを狙うか、16番の地主殿にボールが渡ります。はい、キープしてここで連動する動きを見せたい。さあ西村から、そうですね、小栗へ、さあ中央へ、さあ岡部選手にボールが渡ります。シュート打ってきた、うん、左足のシュート、はい、フォアゴールの上を外れていきましたが、マリアスもこれで1本シュートを打ってまいりましたな。1本でシュートと思うじゃないですか、はい、これ記録上は多分1本ならないんですよね。これシュートに入らないんですか。なんかあるんですよ。そうなんですか。枠から何メーター以内とかっていう。なるほど、そういう規定がござるとっていう都市伝説。都市伝説じゃないよ。都市伝説、それ本当やから。それ本物なんですか、うん、それ選手の方も都市伝説って言ったらもう中央都市伝説ですよね。本当やから、これ本当ですよね、はい、これ本当っす。じゃあ今のはシュートにカウントされない、まあ、記録上はされないかな。シュートにならないですね。まあでもチーム的にはそうですよね、はい、もうその意識としてはしっかりシュートとして狙ったものであったので、はい、しっかり打っていくぞという姿勢を見せたというところですな、はい。岡部も多分そこは意識して打ったと思いますね。なるほど、もうディフェンダーではありながらもやはり、はい、いろんなポジションをこなしておる選手でございますので、はい、シュートの方もしっかり狙っていけると、はい、これはもういいですね、期待できますな。後ろの方からの長いシュートも、そうですね、まあやっぱ頭が良くないとどこのポジションもできるなんてことはないと思うので、頭脳が関わってくる、はい、あー、なるほど。さあここ塩谷が突破を図りまして、ファールとなりまする、はい、FC マリアスボールとなります。いいんじゃないですか。いい場所ですな、はい、ペナルティーエリアの少し外からの、結構外でしたね。割と外からのボールなので、まあまあ、まあ、狙うというよりは、はい、これは人に合わせる感じになると思います。キーパーとディフェンスの間に速いボールとか面白いね。なるほど、そこをしっかり合わせに行くと、左足だったら蹴るのは林選手ですか。2人立ってるんで、は林選手と花井選手、はい、2人が立っております。さあまずチャンスとなります、 FC マリアス岡崎。花井が蹴っていく、いいボール、いいボール、ここは合わせたが、ゴールキックですな。今のはシュートになりますか。今のなりますかね。もう記録じゃないんで分かんないですけど、ね、それ言うたら今のね、あのシュートのように見えましたけども、はい、からはシュート2本ですね。2本ですね、はい、これは2本です。もうあの、うん、記録上ではもしかしたら1本かもしれませんが、はい、ハーフタイムちょっと記録に聞いていきます。そうですな、聞かんで気持ちとしては2本だと思います。さあ八戸にボールが渡る。八戸君運動量すごいですよね、うん、ですな。だからそのお互いの対決は面白いですよね。あ、裏、さあ右サイドから西村から長いボール塩谷へ渡る。ここはキーパーの楠本が対処します。はい、しっかり裏狙っていきますね。はい、これを続けていって体力を削りつつも、相手の体力削りつつもしっかり裏を狙ってゴールを狙っていくと、うん、この作戦が功を奏すように。まあ、やっぱ裏がないと足元が空いてこないので。なるほど、はい、そちらも両方ともこう影響をしているわけですね、はい、さあ塩谷がボールを受ける。さあもう一度左サイドから、ここは、ディフェンスの網にかかりまして、スローインマリアスのボールになります。あ、これ本田氏のボールですね。当たったんですね、足に。さあ本田 FC 攻めに転じる。左サイド八戸が走っている、うん、左サイドここから勝負に出る。まあ、いい対応ですね。しっかりと足に当てまして、はい、コーナーキックになります。はい、本日は1対1も強いですからね。強いですな、しっかり食らいついていきますね、はい、対人人に対してはめちゃくちゃ強い選手ですね。なるほど、これも守備の方でもしっかり活躍ができる選手でございますね。
さあ本田 FC のコーナーキックとなります。本日最初のコーナーキック、はい、気をつけたいですね。さあここしっかり対処したいですね、はい。蹴るのは5番、鈴木選手。コーナーも蹴るんですね、鈴木選手は。ですねすごいですね。いいボール。さあ真ん中、これは角井がしっかり対処。さあ林競り合うが、こちら左サイドへ逃れます。鈴木選手ヘディング強いイメージありますけどね。あ、さようですか。背高いの。鈴木選手178センチでございますね。高いね。高いんか。出てる方じゃ高いですね。そうですね。あの本田 FC と FC マリアスではこの平均身長がだいたい3センチほど差がございますけども、はい、このあたりもこのセットプレーというところでは少し影響出てくるんですかな。そうですね。さあロングスローになる。飛ぶね。しっかり、そうですね。しっかりともう真ん中のあたりまで飛んできましたな。うん、しっかり競り合って勝ちたい。さあ5番鈴木、ここボールをキープします。後ろ17番草刈へ中央入れていく。しっかりと角井が対処、はい、見事なキャッチでございました。さあ反撃に出る FC マリアス、基準が早いですね。しっかり、そうですな、本田 FC も戻り早いです ね、 早いね。早くも7名がすでに自陣に戻っております。さあ左サイドから中央、ここでつないでいきたい。さあ左サイド突破を図る。反対側ジルシノドに渡った。真ん中へ塩谷のシュート、これは決まらない。惜しい。今のええ形でしたね、はい、しっかり塩谷選手右足合わせていきました。これでシュート1本ですね。これは3本や。これはもう紛れもなく1本でございましょう。いい攻撃でしたね。しっかり楠本が抑えてしまいましたが、はい、ええ形でしたね、はい。左サイドから1本大きいのが、地主のどに、地主のどに渡りまして、はい、すぐにそれを折り返し、はい、塩谷がシュート。これはもうディフェンダーも揺さぶられますし、はい、かなりやりづら、やりづらいという相手としては怖いプレーだったんじゃないですか、はい。しかも、塩谷へ。しかもダイレクトも入ってるので。そうですね、早い攻撃でしたね、はい。さあ10番岡部から、11番林、ここまで下がります。さあ裏へ狙っていく。ここ、あー、ここはディフェンダーがしっかりと対処。今の入ったかと思いましたけども、はい、いや、はい、キーパーの頭の上を越えていきまして、今最後シュート打ったの岡部選手。岡部選手あそこまで上がってますね。3バックの選手なんで、はい、あそこまでオーバーラップできるとやっぱディフェンスは対応できないというかしづらいですよ。なるほどなるほど、しっかり枚数がこう増えてくると、はい。さあ FC マリアスも本日最初のコーナーキックとなります。キッカー誰ですか。あれ花井選手ですか。キッカーは花井選手ですな。キッカー花井選手が180ぐらいあるんですけど、ね、なんか大きいよね。大きいですね、181センチ。でもキッカー、はい、あ、密集ですね。ゴール前に密集してますな、はい、そこに放り込んでいくのか。さあセットプレー、ここで決めたい。ゴール前で激しく動いております。蹴るのは28番花井翔、はい。これ守備すごい嫌じゃない。あれだけ密集してると、あそこ守備やったことないんで分かんないです。そうか、はい、他のストーンにいたんで。あ、やはりあれだけ密集してるとやりづらいというのは。キーパーがやりづらいですよね多分、うん。なるほどなるほど、キーパーもどこにいるか見えないですもんね。そうですな、もうわけ分からんもんね、はい。キッカー次第ですねこれは。さあ真ん中切っていく、うん、まあ、大体こうなります。今のはそう、ね、ファールですか。大体キーパーチャレンジ確かにこれが多い、ね、これが多いですよね。これはもろ刃の剣ですねこれは。誰かこけたらちょっとキーパーチャージじゃんみたいになるんで、どうしてもなってしまうというところなんですね今のは。あ、さあここで、前半の飲水タイムとなります。早いですね。戦国的にはなんて言うんですか。俺はないですね。いいやろ一旦休憩ないんですか。ないです、ないです。ただ戦はね、日が暮れたら終わりますので。そうなんですか。割とその、うん、でも夜奇襲ありますよね。奇襲はございます。あるんかい。その辺もルール無用でございますので。じゃあ僕もちょっとちょっと飲水します。プッチョプッチョ飲水します。プッチョプッチョ食べてるやん本日の放送の協賛でございまするユーハ味覚糖殿のプッチョ。しかもこんなプッチョボールなんてあるんですね。プッチョボール、はい、これは何ですか。その普通のプッチョと違う。違うんですか。なんかちょっと違いますね
ラムネとプッチョがシュワシュワコーティングって書いてある、はい、あ、なるほど、ちょっと爽やかに、お見せしましょうか、どんなやつか、こういうのです、プッチョボールです。ソーダ、コーラ、メロンソーダ、ちょっと僕も刺激入れます。次の、もう次の持ってきて、刺激入れます。シギキックスでございます。何の時間ですかこれは。ね、あのユーハミ格闘殿の商品を紹介させていただいております。さあ入れておったら飲水タイム終わりまして、しまうか、前半も今23分か24分頃、を超えたところでございまする。両者もほぼ互角と言っていいような形ですよ ね、 そうですね、うん、しっかりと両者チャンスがあって、はい、コーナーキックであったりフリーキックであったりと、はい、マリアスはちょっとカウンター気味がちょっと多いかなっていう。そうですね、はい、あ、カウンター受けやすくなっておると。やはりホンダ FC のこの攻撃枚数、その上がり下がりの速さだったりとか、はい、そのあたりが FC マリアスとしてもこう少し脅威になっておるということでございますな、うん。キーパーチャージの、フリーキックからリスタートとなります。そうでしたね。そうなんです。先ほどのコーナーキックからの形でしたので、はい、さあ長いボール出て前線奪いに行く、さしかく対処して左サイドしっかり前を向いた塩谷のボールは、うん、ここはオフサイドの判定。あ、オフサイドかでしたね。オフサイドでしたな、うん、ここは。そのオフサイドっていうのもなんかオフサイドトラップなるものがあるんですよね。罠仕掛けるときは罠仕掛ける、はい、トラップ言うてるからね。トラップって言いましたね、マシが今横文字使っちゃいましたけども、はい、でそういった作戦的なものでも、はい、守備はこう戦術的に守っておるというところでございますね、はい、そうですね。でボールをトラップするのトラップはどういうことなんですか。これはトラップするってわしらの時代誰に聞いてる。さあ小栗選手、ねにボールが当たりまして、ここはホンダ FC のリスタート。確かにそれも罠、トラップするのも罠ですか。ボールをトラップもトラップですね。それちょっと違うトラップですかね。じゃあこれあの調べときましょうか。ハーフタイムでお願いします。あ、分かりました。自分で調べとけ。トラップの意味、トラップの意味を知ってる人だったらちょっとコメント欄に欲しいですね。あ、そうですね、はい、ちょっとこの YouTube 生配信中は皆様もコメントなどで参加ができまする。もしね、うん、お二人へのご質問などあれば、うん、ね、コメントしていただければ。あ、さあ10番富田から八戸中央へ運んでいく。もう一度富田へ、しかも大きくクリアして、はい、ここは難を逃れます。チャンスかも。キーパーが出てきた。おっと奪った。8番小栗打っていく。ここを決めたい。ゴールはガラキ、しっかりと塩谷が落ち着いてシュートゴール決まったFC マリアス岡崎先生、はい、決めたのは7番、ね、塩谷陣、はい、無人のゴールにしっかりと落ち着いて決めましたね。いやあれはマジで難しいと思いますよ。いや素晴らしい。今のは、こちらで見ておるとキーパーが大きく出てきたのが要因であるようにも感じたのですが、はい、ここは判断としてはいかがでございましたか。まあ判断ミスだと思います。うん、多分先に触れると思ってなるほど出てきたので、キーパーの楠本選手が出てきたところを小栗選手しっかりと奪いまして、はい、長いボールに、塩谷選手が合わせていくと、はい、見事なシュートでございました、はい。さあ FC マリアス岡崎しっかりと1点決めまして、はい、ちょっといい形 で、 いいです、ね、前半中盤を、ね、進められそうですな、うんうんうん。さあ本田 FC としてはまだ時間はございますので焦る時間ではないかと。まだ焦ってはないと思います、思いますが、はい、しかし攻勢にしっかりと出てこようとしております、はい。でも過去何戦か本当にマリアスが先制点決めてから本田がさらに強くなるっていう傾向が本当にあったので。なるほど。この1点決めてからがむしろ怖いと。結構僕がいた時だけで2回か3回ぐらい逆転されてるイメージが。あ、そうですか。確かにわしが見たこのホンダ FC との試合でも先制されておる形は割と多いんですが、しっかりとその後得点を決めて逆転で勝つみたいな試合もございましたので、まさにあれですよ。前節あの第8節のホンダ FC 対鈴鹿ポイントゲッターズ戦は、はい、最初
鈴鹿が1点決めたのですが、はいはい、その後怒涛の4得点で最終的には4対1で本田 FC が勝利をしておりますので、はい、多分もう1個ギアが上がるんだと思います、ね、なるほど。ここから本田 FC の攻撃のこう火蓋が切っておられ落とされるというところでございますが、今年でもそんなに点取れてないんですね。そうなんですな、得点数で言えば、うん、FC マリアス岡崎とさほど変わらない12得点、はいはい、で失点が6というところで、まあ、失点は少ないですね、そうですな、マリアスも失点4で少ないんですが、かなり少ないです、はい、さあ中へ合わせていく、あ決められてしまった。鈴木選手ですか、誰だ、多分鈴木選手ですね。今決めたのはそうですな、5番の鈴木選手、うん、言うてる間にでしたね、はい、しっかりとここを決め返してきました。うん、やっぱ点取ったあと数分っていうのは、なるほど、なんていうんですか、すごく集中しなきゃいけないってよく言われてるので、決めてすぐほどこう、うん、警戒が必要と、はい、もちろん気緩めてるわけではないと思うんですけど、はいはい、さあ今、まあ、この取られた後も一緒ですよね。ここからですな、はい、しっかり勝ち越しに向けて攻めに転じていくと、はい、さあ西村から前半31分でございます。鈴木選手によるシュートが決まりまして、再び試合は振り出しになりました。距離感が、さあ10番富田ボールをキープ、しっかり2枚で対処しましたね、はい、しっかり枚数かけてここは対処していきます。さあスローインから右サイド、さあここ奪いに行く、ここは鈴木へ、ここで岡崎にボールが渡る、はい、長いボール出していく、ここでもう一度合わせていった、しっかりと対処します、はい、仲いいカバーしてました。今のもヒヤッとする形でございましたが、はい、先ほど失点した際と少し似た形 で、ね、ボールが入っていきましたな、はい、大外はマークしづらいので、なるほど、うん、狙ってきてるかもしれないですね。しかしそこ合わせてきましたな、はい、さあもう一度コーナーキックとなります、5番の鈴木が、鈴木選手が蹴るんですね。そうですな、もう右も左も両方同じ鈴木選手が、うん、さあここしっかり守りたい、蹴っていった15番、うん、4番の八戸が合わせる、ここはしっかりとカバーしました。もう一度ホンダボールになります、はい、左サイド富田からボールが上がる、ここ上げ中へ放り込んだボールは、はい、ライン割りましてゴールキック、また同じ形でしたね、ちょっとヒヤッとしましたね、左サイドから反対側にこう狙っていくボールが今多い形になっておりますな、はい、そこの対処って難しいですか。難しいと思います。なるほど、やっぱ合わせ、はい、相手が合わせやすいボールになるんですか。まあディフェンスは自分のゴールに向かっての守備になると、うん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 、すごくクリアがしづらい。なるほど。で攻撃側はスピードに乗ってゴールに向かって攻めていければ、そういうことですね、はい、流し込むだけぐらいの形 で、ね、さあここ FC マリアスのスローインになります。3番武田からです。ここも枚数かけて守ってくる、抜け出した、はい、左へはカットされました。キーパーの楠本までボールが下がります、はい、さあ長いボールが出る、ここはしっかりと対処します。10番岡部、これ林ですね、林でした、11番、失礼しました、はい、11番林でしたな。11番の林ここまで下がってきましたか。はい、今多分武田選手が前に行ってたので、なるほど、ポジション変わってましたね、はい、しっかり連動して、はい、守備と攻撃を変えていくと。さあ23番西村からもう一度林へボールが渡る、左サイド裏へ抜け出すがここには出ません、西村へもう一度戻します。左サイドでボールを回していく、中央から逆サイド16番のジヌシドノエのボールは楠本が対象、はい、さあリスタート早いです、
すぐに富田が動いてきました。富田選手はキープ力ございますね。ボールをしっかり一人で持ってありますね。さあここは落ち着いて回していきます。4番八戸、さあ中央から攻めていく。もう一度左サイド堀内から八戸、もう一度堀内に戻ります。細かく回していきますが、はい、17番草刈へ、そこから八戸ボールが渡ります。はい、今どこでスピードアップするか。少しずつ速度が上がってきたようにも感じますな、はい、さあ八戸ボールをキープ。もう一度草刈へ、もう一度八戸、狭いところしっかり通していきます、はい、さあここしっかりクリアしたい。地主殿がクリアしました。塩谷がセル。さあ3番武田から、おっと、うん、右サイドのボールがカットされましてピンチになる。13番草刈、岡崎が蹴る。ここはしっかりサイドに出して難を逃れました、はい、さあ11番堀内から、ちょっと今苦しい時間帯ですかね。そうですな、はい、しっかりとこう細かくボールを回して揺さぶりかけてきますな、はい、本田 FC の方はこれ続けられるとちょっとずつボールに行けなくなっちゃうので。ああなるほど、距離が空いてしまうということですか、はいはい、体力削られですよ。そういうことですね。この前半の終盤というのは特にきついですよね、はい、さあクリアのボールはもう一度ホンダのボールになります。中へ放り込んだ、八戸ヘディング合わせてきたが、これは危なかった、うん、今ゴールキックとなりますが、いやしっかりここもヘディングで合わせてきました。今もファーサイドですね、一番遠いとこ、はい、そうですな、先ほどとは反対の形で、はい、右側から左の、奥へ放り込んできたと。この形しっかりと対処していきたいですね。そうですね、この後もたくさん狙ってきそうな形なので、やっぱりセンタリング上げる選手がフリーの状態で上げれると精度が上がってしまうので。なるほど、はい、やっぱりボールへのプレッシャーは行きたいですよね。これもやはり先ほど言っておられた少しずつ距離が空いてしまうというところが要因になってくる、はいはい、さあ中央からボールをカット、左サイド堀内へ、八戸を狙うか、八戸にボールが渡る、ここカットします、はい、見事なパスカット。ここは組み立て直す、塩谷からのボールはつながらず、うん、はい、サイドを割りまして、スローインとなります。前半も間もなく40分に近づいておりますが、はい、やはりこの辺りはしんどいですか、選手としては。しんどいと思います。ですよね、はい、特にこの見ておると塩谷選手もかなり走り回っているように見えますので、はい、平井殿からしてもこの体力面かなり心配されるんじゃないですか。いやこれ相当きついですよ、ワントップは。ですよね。さあ打っていった、ここはキーパーが弾く、地主殿から6番大塚へ、さあ裏を狙う、11番林キープします、うん、さあ地主殿へ中放り込めるか、小栗選手にボールが渡ります。さあキープ、ここはしっかりキープしたい。奪っていった大塚、ああいいですね、裏を狙う、ここはキーパーが抑えます。しっかりでもこの狭い中でも裏を狙うという動きが、はい、今ボール奪われた瞬間に大塚選手がすぐ取り返したんですけど、はい、やっぱりあのシーンが増えるとチャンスは増えるかもしれないですね。やはりこう高い位置でしっかり奪っていく、はい、さあ右サイドからここは落ち着いてボールを回していきます。本田 FC、うん、左サイドへ堀内からもう一度後ろに下がります。まあ、同点ということもあるのか、まだそこまでこう前のめりに前のめりにって感じではないです。早いな、うん、ここは、ゴールキック、確かに早かったですね、今のは。早いですね、スピードのある選手ですな。さあゴールキックとなります。
さあここはしっかりつないでいきたい FC マリアス、はい、左サイドへ前線シワへボールが出た、ね、競っていく抜け出したか、ここはキーパーディフェンスが対処しました、はい、いいカバーでした、惜しかったですな、はい、さあもう一度右サイドから攻撃に転じます本田 FC、 5番鈴木から裏へ抜け出したのは富田でございます、富田が抜け出す、岡崎もいる、さあもう一度後ろに下げて立て直します、うん、しっかり FC マリアスも戻りましたね、はい、この守備の速さというのはやはりやっぱ失点少ないのは、なるほど、はい、守備へのこのしっかりと切り替えができていると、はい、みんなが集中してできていると思います、さあ中央へ岡崎を狙ったパスはカットに合いまして、本田 FC のスローインとなります、さあ前半も40分をそろそろ超えようかというところでございます、はい、もう残り5分の戦い、ラスト5分集中ですね、前半ではありますがこの5分ですな、うん、体力的にはやはり削られておるところかとは思いまするが、はい、この1点同点にされてからの10分間ちょっと耐えたのはでかいですけどね、そうですな、あそこでしっかり守れたというのはでかいと、はい、さあ八戸が抜けている、裏へ抜け出した八戸、内側へ合わせる、キーパーが抑える、シュート打ってくるか、うわ、キーパー力を抑えた、見事なカバーでした、はい、今の徳武でしたか、今のカバーは徳武か大塚か、今のそのまま打ってたら入ってましたね多分、そうでしたな、はい、今のはもうかなり危ないシーンでしたがしっかりとディフェンダーがキーパーの代わりに体を張りました、さあ裏にもう一度抜け出してくる、まあでも誰もいない、内側へ、まあここは決められてしまう、やっぱ早いね、10番の富田ですな、サイド8番ですか、佐々木選手、サイド佐々木選手でしたかな、佐々木選手からのボールに合わせたのが10番富田、早いねでしたかな、ここで本田 FC 勝ち越しとなります、うん、何回かその点取られそうで耐えてたので、はい、もったいないですよね、そうですな、時間帯的にも前半はできればこのまま行きたかったというのはありましたと、はい、さあ10番富田優也のシュートが決まりまして、今1対2、FC マリアス岡崎リードを許してしまいました、あでもまだこう裏を狙っていく動きというのもありますしパスもつながっておるので、はい、まだまだ諦めるには早いというもちろん時間は十分あるので、はい、集中切らさずに、さあ裏へ抜け出したの岡崎、ここはしっかり対処してもう一度スローインとなります、佐々木選手ロングスローもあるんですね、長いですね、多分佐々木選手ですよね、右サイドの蹴ってもよし投げてもよしなの3番の選手ですな、三浦選手でございますな、三浦選手か、えあその前スパイクが一緒なんか、ね、そうそうそう、さあしっかりカット、うん、押し上げたい、ここでしっかり枚数かけて攻めていきます、マリアス、ここはホンダのボールになります、うん、さあ堀内から、あしっかり奪っていった、いい、ね、7番塩谷です、はい、さあ岡部西村とここで、足を痛めましたかな、お互いにこうきつい時間かと思いますので、こういう怪我みたいなのも出てきやすくなりますかね、まあ球際で戦ってるので、そうですな、はい、ギリギリのところだと思います、さあドロップボールでございますな、FC マリアスのボールになりましてリスタート、大塚長いボール塩谷へ、ここ競り合って奪ったのは林、うんと、ここはあーないか、ノーファール、ファールありませんな、はい、体が当たったようでしたがここはファールになりません、はい、さあもう一度右サイドから本田 FC、
さあ前線へ右サイドから攻めていく10番の富田が裏に抜け出すが、ここはつながりません、うん、ゴールキックとなります。こういうのもね、ディフェンスラインからしたら嫌ですよね。裏に抜け出してくる形ですか。裏に抜け出してくるの本当に、うん、今でも1回出ないと思って止まってくれたので、うん、くれたというか、あ、なるほど、止まったのでちょっとタイミング合わなかったですね。速度ディフェンスやったことないか分かんないですけど、ないやろな。さあ、前半のアディショナルタイム2分と出ました。2分アディショナルタイムは2分です、はい、できればこの2分しっかりと耐えて、そうですね、しのぎたいところですね。前半失点はしてはいけないと思います、うん、このまましっかり後半に切り替えていきたいというところですな、はい、さあここも少し時間を使っていく感じですかね。あまり焦らずにと、うん、あ、ちょっと立ち位置を変えてるのかな。これ布陣が変わりましたか。布陣というかこのゴールキックの時のなるほどスタートの仕方の修正をしてましたね。これ長いボール蹴っていきますね、うん、さあ大きく蹴って塩谷が競る、競り勝った。ここ陣主殿、はい、西村がボールを抑えます。裏に抜けてここは小栗からチャンス、いや惜しいな。裏へ抜け出したのは地主園でしたが、ここはボールつながりません、うん、はい、ちょっと小栗選手足気にしますね。足ちょっと痛そうですけどね、先ほどのプレーで少し足を痛めたようですが、はい、さあ本田 FC 左サイドから攻めていきます。さあ間抜け出した岡崎、完全フリー状態です。ここはとポストに当たって難を逃れました、はい、今のはヒヤッとしましたね。いや今の鈴木選手うまいな、スルーね、しっかりとチラッと見てたもんな、はい、もうディフェンダーが完全に置いてけぼりを食らうぐらいのプレーになってしまいまして、はい、昨シーズン得点王の岡崎、はい、ゴールを狙いすましたシュートでしたが、ここはポストに当たって、はい、助かりましたね。危なかったですな本当に、はい、さあここで前半終了です、1対2 FC マリアス岡崎、リードを許しまして前半を折り返します、はい、いや前半見ておってお二人いかがでございましたか。いやザ・ホンダっすね。あ、なるほど、これぞホンダのサッカー、まあ、特に1点入ってからやっぱギア1個上がりましたね、うん、あーなるほど、このFC マリアスが先制をしてからの攻撃への意識が大きく変わってきたと、はい、やっぱりチャンス増えましたもんね、ホンダの。なるほどなるほど、やはり得点シーンでもありましたけれども、はい、サイドから反対サイドに向かって放り込むボール、はいはい、あれの形がかなり増えましたよね、 あ、はい、あそこやっぱ狙ってるんじゃないですかね。あ、じゃあこれは後半も同じ場所を狙って攻撃仕掛けてくる可能性があるというところでございますので、はい、しっかりここででもFC マリアスとしては切り替えて、はい、はい、またハーフタイムで修正はできると思うので、そうですな、はい、っていうのと、もっと点取られる取られそうな場面があったので、なるほどなるほど、そこをまあまあそれしのげたというのは、はい、一つ評価できると、評価できるというか、まあ後半になるほどなるほど巻き返せるチャンスは十分あるかなと思います。実際ゴールに迫るシーンも多かったので FC マリアスとしても、はい、まだまだ得点できそうですよね、はい、もちろん一つ心配があるとすればやはり小栗選手、あ、そうですね、ちょっと足痛そうにしているので、もしかしたら変わる可能性はありますね。そうですね、はい、ここで後半どのような采配を振ってくるか、井端監督の采配にも注目したいと思います、うん、はい、ね、今下で喋っておりますのが、はい、榊原康政殿でございます、うん、本日のスタジアム DJ を務めております。先輩ですか。先輩です。先輩ですか。私の先輩でございます。先輩か。さあこれよりは、はい、ハーフタイムショーといたしまして、ダンススタジオネオ殿のダンスショー、こちらがございますので、はい、そちらもぜひお楽しみくださいませ、うん、今は席外していただいて大丈夫ですよ。え、いやいや、平井選手、平井さんに言ってます。どこも行ってないですよ。
大丈夫ですか？あ、今んとこは。今んとこは。今んとこ。別々でそのどこも行かないですよ僕は。また水撒いてますね。撒いてますね。いいよそれは。今日は大変気温高いですからね。はい。やはりああいうのは打ち水みたいな意味でも助かるかもしれませんね、選手としては。はい。なことないです。打ち水。打ち水と言いますか。確かに。こう気温を下げると言いますか。はい。ね、ボールが走りやすくなるだけではなく。はい。さあ、FC マリアス岡崎、前半先制はいたしましたが、ホンダ FC に2点を、はい、奪われまして、はい、1対2と今リードを許しておる状況でございます。後半に期待したい点といたしましてはいかがでございます、お二人としましては。どうですか。まあ、僕はもう一人前の選手を増やしたいなって思いますね。あ、なるほど。やっぱり結構塩谷選手が孤立してる場面が多いので、はいはいはい、あ、そこでもうちょっと前に人数をかけてほしいなっていう。なるほど、塩谷選手へのカバーが欲しいっていうことですね。カバーというか援護。あ、なるほど。援護射撃を、はい、攻撃枚数を増やしていくと。ちょっと戦っぽくしてくるな。船谷殿いかがでございます。まあ中盤の攻防でどっちが勝つかというか、はい、セカンドボールどっちが拾えるかというか。なるほど。ちょっと今ホンダの方が多いかなと。そうですね、競り合った後のボールといいますか、はい、そこはすごく大事になると思うので。なるほど、はい、ここも注目していきたいと思います。はい、さあ、ここで前半のスタッツが、来まして、FC マリアス岡崎はシュート4本、はい、4本です。そして、ホンダ FC あーって何、はい、あれもそうだったのかみたいな。あれもシュートだったんですかね。じゃあシュートだった、ね、と思いますな、はい、そして、ホンダ FC シュート7本、うん、と、シュート数では少しホンダ FC の方が、はい、打っておるというところでございますが、フリーキック自体は両者直接フリーキック3本の、はい、ということで、チャンスとしては結構あると。まあ、フリーキック自体、はい、そうですね、距離の問題もございますが、はい、ほぼほぼ互角と言ってもいい内容ではあると思いますので、後半にかけてこの勢いに乗ってきたホンダ FC の勢いをどう殺すかと。そうですね、いうところですね。最初の5分10分あたりいかにスタートダッシュできるかですね。後半の立ち上がりですね、はい、なるほど、そこも注目していきたいと思います。はい、さあさあ、下では、ダンススタジオネオ殿によるダンスショー、うん、キッズダンスですな。ですね、お上手ですね。やっぱ見ちゃいますよね。見ちゃいますね、うん、みんなすごい幼いながらも大変技術のあるダンスを、うん、今戦国武将もダンスするんですよ。え？演舞ではわしら踊るもんですから刀振るだけじゃないんです今。それ当時もですか。いや、今違います。それ今だけです。当時踊ってたら殺されるで。踊ってる可能性はあるよ。まあ、宴会芸なんかで踊ることはあるかもしれませんが、しかし、戦中に踊ることはないですね。ね、戦中に首取ったからといってパフォーマンスいたしませんので。ないですね。ないです。ゴールパフォーマンスみたいなのはないですからね。いいですね、可愛らしい音楽とともに子供たちが踊っております。当時は音楽はあったんですか。音楽はございます。もちろんもう、ね、和楽器と言われる太鼓であったり三味線であったり琴であったりと、ね、様々なことに使われておりましたし、やはり雅楽であったりとかそういう伝統芸能なんていうのはわしらの時代よりももっと前のものでございますので、古くから日の本にはこの音楽っていうもの、あとこの見せ物っていうものがございますからね。今映像に映っておりますのはそのダンスチームの方々のお子さんの、ね、ご父兄の方だと思いますね。あ、いや、これもう、ね、親御さんからしたらたまらないですよ。いや、たまらんすよ、ね、え、あ、そうか、お二人お子さんいらっしゃいますよね。はい、はいはい、何かこう習い事なんかもさせられてるんですか。あ、してますね。サッカーです。サッカーもやってます。ダンスは幼稚園の頃やってましたね。あ、なるほど、はい、やはり今ダンスってすごく流行ってますもんね。うん、そうなんですか。
流行ってます、流行ってます。今もあの学校のその科目としてダンスがあるらしいので、もう昔とは違って今はもうダンスがなんか必修になるところもあるそうですからね。相当こう見直されてきとるというか注目されておると。さあ目まぐるしく変わっていきまして、いいですね。おお微笑ましいですね、なんかね落としちゃったですら微笑ましいという。風があったんかな。風があったんじゃないというか、はい、ですよね。ちょっと遅らせて暑い時間を避けるっていう。夏はもう、そうですよね、ナイターになるんで。あ、ナイターがござると、ね、JFL の方はなかなかナイターというものが少ないもんですから、はい、どうしてもこの1時頃のキックオフというのがあるわけですけれども、うん、まあ、3時とかになるのかな、まあ、夏は3時4時。なるほど、夏場は3時頃からのスタート、うん、でももう今でも相当暑いと思いますよ。そうですよね、はい、選手時代いかがでした、この時期の試合というのは。大変でした正直ですね、はい、大変でした。暑くて集中力とかそのあたりも切れかけてしまうとかあるんですか。やはりあんま自覚はないけどあるかもしれないですね、朝用で、はい、もしかしたら。そうですね、この中で45分を2本、90分戦うわけですから、はい、平井殿みたい。平井さんはシゲキックス食べようとして、はい、シゲキックス食べてますね、はい、今僕何も考えてなかったっす嘘つけ、もう無意識にシゲキックス、無意識にシゲキックスを嘘つけ。いかがですかシゲキックスは。めっちゃ酸っぱいやつよねアンリミテッド。もうわし見とるだけでね、口の中がじわーなるんですよこれ。おいしい。これ多分車運転してる時ですね、目が覚める、はい、あの辛いガムみたいな。それはちょっと違うかも。なんでやねん一緒やろ絶対。酸っぱいの方が目覚めるんですかね。あ、そういうこと。さあ、ダンススタジオ、ネオ殿の、ダンスパフォーマンスでございました、いや、お見事でございました、はい。平井殿、あのトラップについての答えが出てます、ですね、サッカーにおいてトラップとは飛んできたボールを体の一部かっこ手を除くで受け止めて自分の意思でコントロールして次の動きを行いやすい位置にボールを移動させることだそうです。そうです、そういうことじゃないそういうことじゃない。じゃあお二人のトラップのトラップはどうなんかっていう。確かに罠としてのトラップっていうのがある中で、あれか、日本語英語ってやつですか、もしかして。あ、こちらで作られた言葉ということですかね。だからボールを止めることをトラップっていうのがってことでしょ。もしかしたら海外ではトラップって言わないかもしれないですね。あ、なるほどなるほど。トラップじゃない、ボールコントロールとかそっち系で言うんじゃないですか。もしかして日の元での言い方ってことですか。多分そうじゃないですか。確かにそれが何和製英語ってことね。和製英語、和製英語ね、はい、なんだろう、確かに。だからなんだろう、バナナ、バナナ、バナナ一緒か。何言ってるの。バナナか。いや何言ってるの。バナナは何かあるじゃないですか。ちゃんと英語です、ちゃんと英語です。何すか今の。何かあるじゃないですか。何ですか。はい、パンとか。あのあれですな、パン、あのハンバーグはないですね、向こうには。そうです、パンもないですよ。ブレッドって言いますよね、多分。ブレッド言いますな自分の手柄みたいに言うのよブレッドって分からなかったでしょ。パン、ね、ブレッドって言うんですよ英語ではねそういうことですよ多分。トラップも、あ、でもこのオフサイドトラップのトラップとボールをそのコントロールするトラップ、元はその罠という意味で同じだそうです。どうやらそうなんだ、うん、そのようですね。絶対嘘やん。嘘じゃないやろ、最初はトラップといえばボールコントロールの中でもウェッジコントロールかっこアコーディオンストップを指す言葉でしたと。ちょっと聞いたことないなわしもです、わしも初めて聞きました。これはバウンドしたボールを地面と足で挟み込むようにしてコントロールする技術で、これが罠のような形だったことから名付けられ、時を経てボールを止めること全般をトラップと呼ぶようになりました。ちなみにイタリア語では文字通りストップと言います。ストップ、ストップっていうそうです。ボールを止めることをストップっていうんですね。あ、はいはいはい、イタリア語ですか。イタリア語ですな。英語じゃないんですね。イタリア語だと止めるはフェルマですけどね。何知ってんのよ
私ちょっと外国語に大変興味がございまして、あのイタリア語なんか大好きなんです。私そうなんですか、なのでイタリアのサッカーなんかもよう見ておりまして。カルチョっすね。カルチョです。はい、そう、何故カルチョって言うんでしょうね、あれもサッカーではなく、すごいイタリア語すごいっすね。イタリアはカルチョっていうの。カルチョってゴラストとかもイタリアじゃないですか。何がですか。ゴラストって言うじゃないですか。ゴラストブラジルか。ゴラスト知らないです。知らんやん。ドッピエッタってわかります。2点ね。知ってるか。ドッピエッタ2点取ることやろ。はい、とか前半とかじゃ多分クリモテンポって言うんですよ多分。めちゃめちゃ詳しいですな。はい、ヒライドの。僕は物知りなんで。そうでもないやろ。自分で言うんですね。物知りなんで。さあ選手が戻ってまいりました。まもなく後半がキックオフとなります。はい、メンバーは一緒かな。小栗選手もいますね。そうですな、小栗選手、はい、大丈夫そうですね。交代はないようですね。ハーフタイム中の交代はないということですな。はい、さあもうどんどん気温が上がっておりまして、まもなく2時を迎えるわけですけれども、はい、2時の時点でのもう予想気温がもう30度、もう今30度ですな。うん、ね、でもう湿度も 46% と。まあ、人によって体感違いますからね。朝用ですか。はい、涼しいなって思う人もいるし。あ、これでもめっちゃ暑いなって思う人もおるし。それは何の違いで。それは自分次第ですね。もう何の違いなんですかそれは。なんかあるじゃないですか、わかります、体質ですか、温度の違い。なんか家によってもちょっとエアコン寒くないって言ってもなんかいや暑くないわかるけど、わかるけど、大いにわかります、はい、それは人によって違いますから。わかりますな、はい、けどこれは暑いんじゃない。これは暑いと思いますよ、うん、しかし相当暑いとは思います。いやでもホンダのキーパーは長袖着てますから。あれキーパーはもしかしたらちょっと今日涼しくないって思ってるかもしれないですね。キーパーだからではないんですかあれは。はい、いや、あの多分角井選手は半袖なんで。そうですか。はい、キーパーはあの11番 の、 あの、堀内選手、うん、ホンダの、はい、もう多分ちょっと、あ、本当じゃ今日涼しいなと思ってるかもしれないですね。いや涼しいなってなりますかな。違うと思います。長袖スキーなんじゃないですか。好みの問題。でもロナウドは知ってました、クリスティアーノ・ロナウド、はい、絶対長袖しか着ないんですよ。なんか理由があるんですかそれは。別に知らんすけど。いや知らんのかい。え、そうなん。あ、もうロナウド絶対長袖です。試合中見てください、プライベートプライベート半袖なんですけど。試合中夏場で長袖です。もうなんかあれじゃない、芝アレルギーとかあるんじゃない。いや、そうやったら触れないように。下半身やばいやん。下半身やばいやん。芝アレルギーのパターンもあるんじゃないの。芝アレルギーっていうアレルギーはござるんですか。はい、それサッカー選手としては相当しんどいですな。しんどいですね。さあ、22名全員が、今ピッチに戻りまして、はい、間もなく後半キックオフとなります。お互い交代はなしかな。そのようですな、はい、両者交代、ハーフタイム中の交代はないようです、はい、さあ FC マリアスボールから、キックオフとなります。はい、ただいまの放送は遊波味覚糖殿の協賛にて放送を行っております。さあ、はい、後半始まりまして、再びじゃあわしらのちょっと自己紹介も挟んでまいりましょうかな、はい、本日実況を務めまするが岡崎市の武将隊グレート家康公青い武将隊の井伊直政でお送りいたします。そして解説が、船谷圭介殿、そして平井翔輝殿のお二人で、本日この試合後半も進めてまいりまする、はい、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。さあ後半立ち上がりどのように試合を進めていくかと、ここ注目していきたいですが、はいはい、さあここは、スローイン、ホンダ FC のスローインとなります。サイド変わりまして、向かって右から左へ攻めるのが FC マリアス岡崎、はい、そして左から右へ攻めてまいりますのがホンダ FC となってまいりまする、はい、さあここファールがありまして、はい、ホンダ FC のボールとなります、はい、左サイド中央付近からですな、はい、立ち上がりはやっぱ集中ですよね。ここですよね、この裏抜け出していきますね、うん、この富田選手がもう裏に走り出しておりましたが、はい、そこには出ず岡崎選手へ、うん、また足がかかりましてファールとなります、はい、ここもホンダ FC ボール、はい、さあ裏へ大きく出していく8番佐々木へ、はい、もう一度佐々木、裏へ抜け出したのは鈴木、ここ競り合ってしっかり勝ちます。まだボールとなる、まだ本田 FC のボールになります、はい、8番佐々木から
キーパー角井が抑えまして難を逃れました。角井ボールを置きまして、ここを短くつないでいく作戦ですかな。まあまずはチームのやり方として、そうですね、はい、裏を狙ったボールはカットされます。しっかりディフェンスが対象、はい、これは本田 FC の選手に当たりましてゴールキックとなりました。ちょっと喉痛いかもしれないです平井殿がですか大丈夫です、いいの持ってるよ。え、何ですか、んこれ、お、何ですかそれ。イーマのど飴っていうのがあるんだ、ユーハミ格闘殿の、はい、えカラフルイーマじゃ、うん、しっかり喉のケアしていただいて、ちょっと食べてみ喉痛い、うん、声が出るようになった。速攻性エグいやん。そんなにそんな一瞬でなるんですか。すごいやん。しかも美味しい。いや単純に美味しいんよ。そのイーマのど飴の外側の甘い部分大好きなんですよ。美味しいですよね。めちゃくちゃ美味しい。美味しいですよね、うん、このだんだんザラザラがツルツルになっていく瞬間たまらんです。あでまたちょっと酸っぱくなる。そうなんです、はいはいはい、その瞬間がたまらんですよ。このイーマのど飴フルーツチェンジって書いてますもん。あ、いろんな味があるんですか。はい、そうみたいです。ほー、こんな、もしかしてこれ舐めてたら味変わるっていうフルーツチェンジ。あ、そういうことですか。途中で変わっていく。さあ林選手から武田選手へ、岡部選手から左、右サイドへボールが渡ります、はい、ここから前へしっかりつないでいきたい。さあ小栗選手、西村選手から前へ運びます。無理はしません。一回下げてもう一度右サイドへ。さあここ奪われます、岡崎選手から。そうですね、奪われた後があそこで取りたいんですよね、本当は。ここでスピード乗ってきますな、うん、やはり。さあ左サイドへ、中上げてくる、合わせたは佐々木選手、打ってくるか。ここはパスを選びます、はい、ここはしっかりとクリアいたしました。確かに奪われてからの対処というところですね。そうですね、素早く枚数かけて守っていくと。攻撃の距離感がいいときはそこがうまくできるときなんですよね。なるほど、奪われた瞬間にすぐ守備に切り替えれる。さあ左サイドから大きく出していく。ここはディフェンダー足で角井選手下げる、うん、しっかりとクリアします。今日はあれですね、前見ておったようなあの、はい、角井選手からの長いパスというのがあまりないように感じますが、うん、そうですね、戦術的になんか変更をしてきた。お、抜けてくる、抜け出した。パスを選ぶか、林選手ここ倒されるが、ファールはありません。奪われて本田 FC カウンター、はい、ここはしっかり下げていきます。角井選手までボールが下がりました。今の林選手の突破も良かったですね、はい、しっかり間抜けて。やっぱり彼はドリブルがすごく魅力的な選手なので。なるほど、前向いたら仕掛けてほしいですよね。シュートまでいけると良かったですな、はい、角井選手から左サイド岡部選手へ。ここもここはキックミスになりまして、はい、本田 FC のスローインとなります、はい、よく見ましたねあれは、はい、去年よく見ました。あの右足のキックミスはよく見ました。あ、そうなんですか、はい、見た光景なんで見た光景なんで、はい、よくあるんですかそんなに去年よくありましたね。あ、そうですか、はい、今年は久しぶりに。やっぱ左利きの選手って、あー、なるほど、右足、まあ、慣れない、利き足じゃない方というのはなかなか蹴れる人少ないですよね。そうですよな、右足の選手は左足結構蹴れるんですけど。あ、そうなんですか。うん、逆はなかなか難しい。なんでなんですかね。それ練習量っす。やっぱ練習量かストイックですな、単純なしっかりとストイック。さあ角井選手ボールキープ、やばい、こう危ない、ゴールが無人となっております。大丈夫ですね、しっかりと抑えました花井選手。相手ボールになります、危ない場所、うん、8番佐々木からのボールはカットしまして、コーナーキックに逃れました、はい、角井選手もしっかり積極的に出てきますな。お、交代ですかね。酒井選手が準備始めましたね。ここで、9番酒井選手が準備をしておると、はい、酒井選手はあの鈴鹿ポイントゲッターズ戦でハットトリック、開幕戦ですね、開幕戦ですね。そして奈良クラブ戦でも 1得点を決めておるというところで、はい、現在、
チーム内ではトップの得点力というところで、はいはい、さあここで攻撃にさらに火力を増してくるというところでございますな。はい、さあコーナーキックは逃れまして、今はホンダ FC のディフェンス陣でボールを回しております。さあ草刈選手へ、裏へ動く鈴木選手はいるが、そこは選ばずセンターへ、左サイドからしっかり距離を詰めていきたいところ、うん、ここはボールカットしました、奪っていく、ここは林選手ボールキープできませんでしたが、まだ FC マリアスボールです。チャンス逆は来そうや。さあ枚数がほぼ同等といったところで、はい、ここで右サイド抜けてきた、ここで上げようとしたボールはサイドを割りました。地主の選手でしたかな、上がってきまして、はい、中へ放り込もうとしましたが、ここはカットに合います。さあスローインから、さあ林選手、地主の選手、そして西村選手から花井選手へ細かくつないでいきます、ゴール前、うん、ここもサイド逃れましたところで、まだ交代ございませんな。あ、ここで選手の交代がござるようです、はい、8番の小栗選手に変えまして、はい、9番酒井達磨選手が入りまする、うん、酒井選手そのままフォワードに入りますかな。フォワードだと思いますね。小栗選手は足の状態もあるので、そうですね、はい、先ほど前半終了間際に少し足を痛めておりましたので、はい、さあ右サイドから抜け出してくる、勝負したい、ここは奪われまして、あ、いい切り替えですね。ホンダ FC ボールこう奪っていった、うん、とここはファールです。ファールになりましたけど、はい、うん、いいディフェンスだと思います。前の方でしっかり奪いに行くという形、はい、まだこれは前半と変わらずしっかりできていると、うん、さあ9番の酒井達磨選手、現在 FC マリアス岡崎で4得点というところで、はい、ここからの活躍にしっかりと期待をしたいところでございます。塩谷選手がいた場所に酒井選手が入ったような形ですかな。そうですね、酒井選手が一番前、はい、トップの場所に入ったというところになりました。塩谷選手が1列下がりましたかね、2枚目のところ、2列目のところということですな、はい、さあフリーキック、佐々木選手のところ、武田選手競る、佐々木選手がヘディング強いんですね。高いですね、うん、前半から。さあ塩谷選手対象、ここは抜けまして、確かに大塚選手対処します。サイド割りまして、スローイン、 FC マリアスボールでございます。うん、さあ左サイド使ってくる、中へヘディング合わせてきたのは佐々木選手、うん、これはゴール上を越えていきましたが、はい、今のも危ないシーンでした ね、 やはり佐々木選手の高さといいますか、はい、しっかりヘディング合わせてきましたな。そこまで身長は178cm と思ったよりあったと思った今。チームの中では少し高い方に入りますな、そんな大きく見えないけど、しっかりと頭一つ分超えてきたような感じで、すごい足速いと跳躍力あるんで、すごい飛べるね、僕も一緒で、はい、跳躍力ないやんヘディングできませんやん。ちょくちょく平井選手も自分と照らし合わせて、さあ大塚選手キープ、ここは大きく角井選手まで下げます。もちろんディフェンスラインから組み立て直す、裏のアクション欲しいな。もう一度スローインとなります。さあ JFL では5枚の交代枠が認められておりますが、はい、まだ両者合わせても、まあ、FC マリアスの1人だけというところで、はい、ここからまだ後半にかけてしっかり交代枚数使っていくつもりなんですかな、うん、そうだと思いますね。さあ裏低いボール、ここは合わせられずキーパー楠本が抑えました。速いボールでしたね、低く叩かない、ナイスキックですねキーパー。
楠本選手も大変正確なキックを打ってますな、はい、さあ左サイド上がっていきます。さあ裏に抜け出してくる、ここ対処したい。しっかりとキープしまして、ゴールライン割りました、はい、ゴールキックです。いい対応ですね。ああいうところでしっかり体を抑えていきますね、はい、地主地主の選手、うん、体も強い。本日が、今シーズン初スタメンというところで、はい、今攻守にわたって大変活躍をしております。さあゴールキック、ここはまた大きく蹴り出していきますか。うん、本田の選手もすごく前へ狙っているのでどうするのか。逆にキーパーが長いボールを上げていきました。塩谷が対象、酒井へ渡るとここは、うん、倒してしまった方でしたかな。そうですね、はい、本田 FC ボールになります。さあフリーキックから7番松本選手へ、裏へ抜けたボールはしっかりと徳武選手を抑えまして、角井選手までボール下がります。さあ長いボール、うん、いいね、しっかりつながりましたね、うん、今のはここは奪われてしまいましたが、鈴木選手しっかり奪いに行く。ここは林選手を抑えました、前を向く。ここで酒井選手にボールが渡ります。塩谷選手走ってますね、測りたい、うん、反対サイド塩谷走ってましたが、ここにはボール渡りません。まだ競っていきますと、今のはかなりファールをこう皆さんアピールしておりましたが、はい、ここはファールなく、はい、お互いが主張してましたね。そうでしたな、はい、ここはスローインとなりました、本田 FC ボールです。さあ長いロングスローから富田選手、ここ奪っていきます。しっかりこう両サイドが大きく広がっていきますな、ボールが渡り始めたときに、うん、さあ裏狙っていきました、ここはつながりません、ホンダ FC のスローインとなります。前半も15分を超えたところでございますかな、約3分の1が超えまして、いまだ、1対2、はい、ホンダ FC がリードをしている状態でありますが、はい、ここまでの戦い方どうですか、見ておって。そうですね、そうですね決してこうでもあれですね、要は悪いところもなくっていうところなんでしょうね、うん、まあ、後半シュート打った、打ってないです、まだ、まだシュートないですね、両チーム、あの佐々木選手のヘディングぐらい、はい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 、うん、確かに両者ともまだシュートをあまり打ててないような印象ですね、うん、はい、そこをどうシュートまで持っていくか。なるほど、マリアスは特に負けてるので、うんうんうん、やはり中盤でちょっと攻めあぐねてるところも若干あるんですかね。そうですね、パスがなんか分厚い攻めをしたいですよね、はい、そうですな、枚数をかけて、はい、平井選手も言っておられた2枚目3枚目の動きというところも、はい、ちょっとカウンター気味の攻めはできてるんで、はい、もう1個ボール持った時にどうやってシュートまでいける か。ここファールになりました、 FC マリアスボールになります。さあここもつないで、短くつないでいきます。この辺りで裏を狙う動きも欲しいというところですか。裏は常にもう狙い続けて、うん、誰か一人は狙ってたいですよ。さあ酒井選手裏に出していた、武田選手、あー見るか、木原選手、もう一本、あーここは地主園選手のシュートはゴールをわずか上に越えていきましたが、はい、いい形でしたね、いい形でしたね、しっかり酒井選手から裏に抜け出した武田選手、はい、最後合わせるだけといったところでしたが、うん、バウンドが少し難しかったかなと。なるほど、はい、合わせるのは難しいボールであったと、うん、しかしこういう形が今後も続けていければ。そうですね、
やっぱり一番前の酒井選手が起点になれれば、はい、そこから後ろの選手は出ていけるので、なるほどなるほど、今もウイングバックからウイングバック、はい、の攻撃だったので、そうでしたね、すごくいい形だと思います。しっかり上がってきた武田選手から地主の選手までの、はい、さあ少しずつ攻めの息が合ってきましたがね、はい、これ FC マリアス岡崎としても酒井選手がしっかりと基盤になっているということですね、うん、さあその酒井選手からさあここサイド割りまして、フリスローインは塩谷選手にボール渡ります。中は今のところ誰もおりませんが、ここは相手に当たりましてコーナーキックとなります。はい、1本目ですね。さあまたチャンスですな。後半1本目、後半最初のコーナーキックとなります。ここ蹴るのは花井選手。花井選手はアンダー16、17の日本代表にも選出されたような選手でございますので、うん、大変注目度も高い選手ですね、はい、また密集ですね。前半にも見られたようなゴール前の密集がまた見られます、はい、この混戦の中でしっかりとゴールを押し込むみたいな、それが狙いなんですかな。あとはキーパーからの目くらましのような、まあこの場合はキーパー目がけて蹴るというか。ああなるほど、うん、さあ花井選手蹴っていきます。ゴールに向かって蹴るというか、しっかり巻いていく、ね、ここはキーパーが弾くと岡崎選手が取りに行くが、ここは、本田 FC のボールとなります。スローインです。あ、確かにキーパーはちょっとやりづらそうでしたね、あの形は。やっぱキーパーは出づらいというか、あのボールに行きづらいんで自由にやらせられないというか、はい、さあスローインから、さあボール奪いました。酒井選手へ、地主園選手のボールはつながりません、うん、また速度を上げてくる本田 FC、うん、しっかりと守りたい。逆サイド佐々木選手までボールが渡ります。右、はい、サイド抜けてきた17番、内側へのボールはしっかりキーパー対象、はい、さ大きいボールこれも、カットされてしまいますが、うん、しっかりと酒井選手を狙いすましたキックでしたね、はい、さあ左サイド少しずつ上がってきます。ゆさま岡崎へ、確かに緩急がしっかりあるパスといいますか、そうですね、としてはどっかでワンタッチが入った時にスピードが上がるので、はい、その瞬間が少し怖いと言いますか、はい、そこをしっかり対処したいと、はい、たま三浦からキーパー楠本選手までボールが下がります。さあここでライン押し上げたい FC マリアス、うん、大きく出してきた、走っていたのは鈴木選手でしたが、ここはしっかりカット、西村選手からのボール、競り合いは、サイドライン割りまして、本田 FC ボールになります。膠着してますね。そうですな、うん、もうずっとシュートの数も少し減っておりますし、そうですね、さあ長いスローインが裏に抜けていく、奪いました、しっかり奪い切りたい。ここはオフサイド、コーナーキックですか、ファールですかな、オフサイド、オフサイドと、オフサイドがあったようですね。給水、さあここで飲水タイムに入ります。後半の飲水タイムでござる、はい、刺激欲しがってるね。飲水タイムになるとそういうの出てくるんです、はい、飲刺激します何や飲刺激って本日の放送ユーハ味覚糖殿の、はい、提供にてお送りをいたしております、はい、お二人の手にはイーマのど飴、そしてシギキックスが見えてるこれ、たくさんのご来場誠にありがとうございます、はい、
美味しいですよね。めちゃめちゃ美味しい。なんかこの口が寂しい時ついつい手が出ちゃうんですよね、うん、これに、はい、もうシゲキックスの刺激慣れてきました。嫌いも、はい、美味しさは優しさなんで。どこに書いてある？書いてありますね。これはもうユーハ味覚堂殿のキャッチフレーズなんですかな。美味しさは優しさ。美味しさは優しさ。酸っぱさは優しさです。書いてないやろ。酸っぱいのも優しさなんだ、はい、なるほど。私もちょっとシゲキックス欲しくなってきました。これ見ておったらダメっす。ダメだ。あかんの。ダメなんだ。自分めっちゃ食ってるやん。さっきくれたのに。試合前くれたのに。シゲキックスです。さあ4分の3終わりましたか。はい、もう残るは、30分弱と言います。20分程度というところかな、はい、はい。これもベンチメンバーはね、はい、出たくてしょうがないんじゃないですか。うずうずしておる、うん、そうですよな。ここもうずっともどかしい時間もちょっとございますしね、はい。さあ、本日の入場者数の方が、出ました。本日の、入場者数610名でございます、はい。610名の方にお越しいただいております。本日は誠にご来場ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、その610名の皆様全員がもう小野がチームの勝利を信じて応援をしておるというところで、うん、FC マリアス側のサポーターも大変熱の入った応援が行われております。やっぱり勝ちを見せたいですよね。いや、ここはですね、もう意地を見せてしっかりと勝利で終えたいところ、うん、はい。さあ、フリーキックになります。もう監督も前まで出て指示を出しておるんですが、はい、お互いですね。やはりああいった声というのは遠くまで聞こえておるものなんですか。監督の声ですか、はい、あ、聞こえますね。あ、やはりもうしっかり指示が聞こえる、うん、お互いやりたいことがこう疎通しておるゆえに、はい、多少の声であっても理解ができるというのはあるんですかね。まあ、聞こえない時もありますけど、ね、あ、やはり聞こえてるふりの時も聞こえてるふり、はい、ふりしてるんですか。それ違うことやった場合どうなるんですか。よく分からんけど手だけ上げるみたいな。そういうことも時には必要と、はい、あるよね。ん、あるある。そのうんって俺の話もほぼ聞いてへんやん。試合に集中しておられるようです。特にフォワードはね、はい、そういう選手が多いかもしれないです。フォワードの方にやはり指示は飛ぶことは多いですか、うん、指示というか、はい、だって試合中聞き直す時間ないっすよ、まあ、そうですよね。あんま聞いてないというか、はい、聞いてない。フォワードは特に聞こえてないというだけですよね、多分。聞いてない。いや、聞く気もないかもしれない。これはあまり監督には聞かれたくない放送ですね、今。監督も多分分かってます。分かってるんですか、はい、そうですか、はい、理解した上で、はい、さあ、FC マリアススローインとなりました。さあ、長いスローイン上げていきます、塩谷選手へ、うん、ここは林選手にボールをつなぐ。ここもしっかりと FC マリアスでボールをキープしたい、はい、長いボール出ました。追っていくのは酒井選手。さあ、塩谷選手も動いていきます、うん、前線からしっかり動いていきますね、ディフェンスの面でも、はい、やっぱりでもしっかりつないでくるので、はい、いいチームですよね。ホンダ FC のその個人個人の技術の高さも大変あるといったところですね、うん、そうですね。さあ、裏へ抜け出した、中へ放り込む、ここはしっかりカット、はい、コーナーキックとなります。もう一回、もう一回集中ですね。ここはそうですな。喉飴舐めてるから。でもよく声が聞こえます。やはり飯間のど飴のおかげでか、うん、すごく声が綺麗に聞こえます。やっぱりそうですか。はい、うすうす透き通って聞こえます。うすうす気づいてました。先ほどよりもさらに綺麗な声になった、はい、さあ、コーナーキック蹴ってくる、しっかりカットしました。セカンド大事ですね。ここ追っていきたい、はい、しっかり距離詰めていきます。さあ、間抜けてきた、中へ放り込んだ、ボール合わせてきたが、うん、しっかりカット、大きく蹴り出しました。ここ10番の富田選手、ここまで下がっております、はい、さあ、両側のサポーター側からも大きな手拍子が聞こえてまいります。後半もいよいよ終盤に差し掛かってまいりました、はい、さあ、ここからがもう一つ気合の入れどころですね。そうですね、選手交代も含め、は
ギアをもう一度上げたいですよね。なるほどなるほど。ここからまだベンチに動きがある可能性があると。はい、うん、さあ右サイド抜けでした佐々木選手。ここ対処したいが富田さん、ナイス、ナイス、しっかりと体を張って抑えました。富田選手のシュート、これ大塚でしょう。大塚選手体を張って抑えまして、うん、コーナーキックに逃れました。あ、コートありますね。あ、ここでベンチにまた動きがあります。14番の水谷優輝選手が準備をしておりますな、はい、水谷選手が背負っておられる14番は平井選手の現役中の番号、はい、そうですね、ということですよね、はい、あ、僕スローインでしたな。スローインから始まります。ロングスローですね。ロングスロー得意な選手なんです。3番の三浦選手からロングスロー入ります。飛んでましたもんね、うん、長いボール合わせていった。ここしっかりカット、軽く投げてあそこまで飛んでるんですごいですな。さほど助走も長くないように見えましたが、はい、さあここ奪っていってしっかり奪いたい。林選手が奪いまして前線蹴り出します。酒井選手対処するとここは再び本田 FC のディフェンスラインまで下がりました、はい、11番堀内選手。本田 FC としてはもう時間を使っていこうという狙いもあるかもしれませんな。やはりここまで来ると、うん、攻めの展示もしっかりしておりますが、まあ、失点しないこととプラス追加点、はい、なるほど、はい。さあ右サイド佐々木選手へ裏抜け出していくのは三浦選手。ここ2枚でつないでいきます。もう一度裏へ、ここは1回下げて草刈選手との今度はパスになります、うん、裏抜けてきた富田選手ですかな、はい、シュート打った、うん、ここはディフェンスに当たりましてコーナーキック、はい、少しコーナーキックの数が増えてきました。そうですね、やっぱり前にワンタッチで入ったときはスピードが上がりますよね、はい、ここは疲れやすい時間ではありますがしっかり対処していきたいところです、はい、まあ、最後のところででも体張ってよく守れてるとは思います、はい、さあ切り込んでくる低いボール、ここはまだ残っております、はい、もう一度左から中へ放り込む。ハイデンが合わせてくるか、しっかりディフェンダー対処しました、うん、ここはファールになりましたな、ホンダ FC のファール。さあここで FC マリアス岡崎交代がございます。28番花井選手に代わりまして、はい、14番水谷優輝選手が入りました、はい、いや花井選手も大変活躍しておられましたね、はい、中盤のボール回しでかなり貢献してくれたと思います、はい、さあここで入りましたが14番、水谷優輝選手、はい、水谷選手も今シーズン3得点を挙げておりまして、はい、うん、得点力のある選手といって過言ではないと思いますので、スピードあって、はい、ドリブルできてで手も取れる、しっかりと攻撃に攻撃的な選手なんで、はい、はい、期待です。4バックにしたかな、もしかしたらここで布陣を変えてきましたか。 4-4-2 にしたか 4-4-2 か 4-2-3-1、 岡部がボランチ行ってますね、うん、4バックになってるね。 FC マリアス岡崎が、はい、岡部選手を1枚前に出しまして、はい、4-4-2 の形に変えてきたようです。そうですね、ここでの布陣変更というのはやはり守備にもしっかり意識を持っていくといいますか。いや、もう攻撃じゃないですか、ね、攻撃の方にシフトしていく、はい、さあ水谷選手、もう一度水谷選手へ前運んでいく、はい、この武田選手も待っています。大きいですよね。そうですな、今素早い突破力、はい、ここは相手に当たりましたのでコーナーキックとなります。いきなりチャンスを作ってくれました水谷選手。さあ蹴るのは林選手です。左足の選手が蹴るんですね。そうですね、今度は味方選手の方に巻いていくボールになるんですか。はい、キーパーに向かうんではなくて、はい、ああ右足になりましたね。変えましたな、はい、キッカー変わりまして西村選手が蹴るようです。ちょっと風の向き的に左足蹴りづらいかな。なるほど、旗の
風の引き方的にはゴールの方に向かっていくような風になっておるようですね、はい、さあ低いボール合わせていく、ここ入った、おい入ってない、ゴール入ったように見えましたが、何も見えなかったですね、入っておらんようです。今の一瞬入ったかと思いましたけど、はい、惜しかったですね、ギリギリのところでしのがれたようですな、うん、さあここでファールがありまして、ホンダ FC ボールとなります。ホンダ FC 側は交代あまりございませんね、先ほどから。そうですね、してない、このまま行くつもりなのかどうなんすかね。さあ長いボールはしっかりディフェンスが対象、はい、さあ14番水谷選手へ、突破力のある選手です、はい、さあ一度下げました武田選手から長いボール裏に抜け出していくが、ここはオフサイドを警戒して動きませんでした、うん、キーパー楠本選手へ、はい、さあ長いボール蹴っていきます。確かに風向き的に少し伸びづらくはなってますね。そうですね。さあ右サイド、さあ奪っていきます、ここは酒井選手対象、はい、塩谷選手も走っている、林選手も走っています、うん、中大きく上げてきたが塩谷選手のボールは大きく外れていきました、うん、はい、狙いとしてはいかがでした、はい、イメージは分かりましたね、はい、塩谷選手にしっかり合わせていったボールと、はい、うん、しっかりまだ酒井選手が攻撃に対しての要になっておるようです。ラスト10分ぐらいですか。そうですね、もう残すは10分ほどとなってまいりまして、はい、今のところのこの試合の流れを見ておるとアディショナルタイムもさほど長くなさそうなので、そうですね、本人残り10分といったところかと思います、うん、はい、さあ集中したい残り10分、難しい、うん、さあ佐々木選手2枚で対象しっかり奪っていきます、はい、さあ水谷選手から素早いパス回しで前線につないでいきたい、はい、林選手、はい、しっかり突破しました、うん、うまい、仕掛けろ、さあ前線へ仕掛けろ、もっと仕掛けろ、走っております。さあ中へ放り込む塩谷選手からのボールはディフェンダーがカットしました、はい、まだ攻撃続いております。ここはホンダ FC のスローインとなりました。林選手もすごい突破力ですね、はい、技術といいますか、安高校出身なんで、安高校、あの滋賀の安でございますか、はい、突破力のある林選手、として水谷選手も用意しております。あ、いいボールですね。さあ、後ろに下げて打ってくるか、うん、8番佐々木選手打ってきた、ここはカット、さあ早く、ここは少し強いプレーありましたね、うん、大きく倒されてしまいまして FC マリアスボールになります。だいぶホンダ FC 側の方にもちょっと疲れが見えるといいますか、膝に手を当ててる選手もいますね。そうですな、確かに。もう今11名変わらぬまま進めておりますので、うん、やはり膝に手を置く選手も何名かいらっしゃいますな、うんうんうん、30度を超える気温の中での試合でございますので、はい、ちょっと戦って言いましたね、今、はい、私今自然に戦って出ました。さあ裏へのボールは、繋がらずゴールキーパーが対処します。さあ長いボールは佐々木選手へ、うん、いいですね。さあ水谷選手、いいですね、出足が早かった。ここからしっかり攻撃に転じていきたい武田選手、ボールつなげます、水谷選手へ、うまくつながった、左サイドから抜け出していきたいところでしたが、はい、ここは、うまくいきませんでした、はい、本田の選手の囲み込みも早かったですね。なるほど、しっかり枚数で囲んで、はい、2枚でいってましたから。水谷選手も突破力のある選手ですが、やはり、はい、
相手のディフェンスもしっかりしてますね。はい、さあ高いボールが上がりました。ここはしっかり丸安側で抑えました、はい、林選手から走っていきます。今セカンドボール拾えたのはでかい。いや、強いか。水谷選手のボールつながりません。はい、さあスローインからスローイン飛ぶよ。ロングスローのできる選手、はい、三浦選手でございます。ここはしっかり先に触りたいですな。ここ拾いたいですね。はい、ここ押さえました。はい、はい、塩谷選手が裏へ、うん、さ坂井選手へ渡る。うまいな。がここはディフェンスも強いと。ここでその前のプレーでそうですファールがあったようですな、はい、FC マリアスボールとなりました。位置としては少し低い位置になりますね、はい、さっきでもコーナーすごくチャンスになってたんで、はい、セットプレー、そうです、こういったプレーからしっかりチャンスを作っていきたいと、うん、はい、蹴るのは林選手のようですね、うん、長いボール、いいボール逆回転、ちょっと短いかな。ここは抑えられました。岡崎選手へしっかりとカットします。こういうところでしっかり流れを切れるというのはいいですな。そうですね、はい、危なくなりそうなところでしっかりと切っていくということができております、はい、さあスローインから出足早いね。 FC もスピードを上げてきましたな。今の八戸選手無尽蔵っすね。やっぱ運動量落ちないですね。めちゃくちゃ走りますな、うん、8番佐々木選手からここを抑えてしっかりマイボールにしたい、うん、長いボール逆サイドへ。あ、いいボールですね。ここもしっかり地主殿が対処します、はい、徳武選手痛んでます。あれ、あ、武田選手ですか。いや、徳武選手、5番の徳武選手、少し足を気にして、ちょっとひねったっぽいですね、今密集で気にしておりますな。動けないですね。もう倒れた方が良くない。そんなことない。ここでもう選手呼ばれてますね。キーパー危ない。おっと、キーパー抑えました、はい、危ないシーンでしたがキーパー抑えました。早いリスタート、酒井選手までボールと、ここも奪われました。ちょっと徳武選手だいぶ動きがしんどそうですね、はい、ちょっともう今動けない状態。あ、ちょっと動いてるけど。さあ右サイド回してきました。サイド上げてくるか、キープしまして上げてきました。ここ合わせたのは上からかぶさるような感じで、はい、さあ足大丈夫ですかね。釣ってるんか。誰だ。徳武選手です。ここで準備しているのは17番の伊藤春人選手ですね、はい、伊藤選手入れて岡部選手落ちる後ろかな。岡部選手を下げるとかもしれないですね。ちょっと足がだいぶ釣ってますかね。釣ってるのかな。釣っておるようですね、まあ、やっぱ気温と今日やっぱりホンダの選手結構裏抜ける回数が多かったんで、うん、その対応とで。なるほど、なるほど。さあこの時間に両チームしっかりと水分を取っていきます。ホンダの選手は全く交代の雰囲気ないですな。現在の11名のままで試合を終えるつもりなのかもしれません。うん、やっぱりセンターバックも対峙するフォワードによっては疲れ具合違いますもんね。なるほど、もう走り回ってくる。今もう富田選手、10番の富田選手なんかがかなり走り回ってくる。いや本当そうですね。岡崎選手もそうですし、はい、岡崎選手も、まあ、あと試合のあれか、流れで変わるかという流れで、うん、さあ今選手交代がございまして、あ、そうですね、岡部選手が1個下がりましたね、はい、岡部選手がディフェンダーに下がりました、はい、外に出ましたのは徳武選手。阪南大コンビですね、これはセンターバック。お二人阪南大の先輩後輩ですね、うん、さあ徳武選手に代わりまして17番伊藤春人選手が入りました、
おお、なんださ、旗が上がっている。ここはオフサイド、オフサイドですな。オフサイドが上がったようです。さあ後半ももう残り数分かもしれません。はい、ここしっかりと攻めて同点、はい、持っていきたい。早いリスタート。水谷選手のボールはカットされました、はい、3番三浦選手から裏に投げ出した。佐々木選手のボールしっかり弾いて、ここはゴールキックです、はい、さあ苦しい時間ではありますが、ここでしっかりと同点に持っていって、願わくば逆転までいきたい、はい、という気持ちでやっておると思いますが、はい、もちろんですね。本田 FC も取られ待ちと、うん、相当厳しいプレッシャーを与えてきております、はい、さあ長いボールは抑えました。 FC マリアスからここ突破していく、中へ上げた。あ、惜しいな。これはキーパーに直接行ってしまいました、はい、キーパー楠本。さあ大きく上げてきそうです。高いボールが上がる。対象したのは武田、はい、ここは、スローイン、ホンダ FC のスローインとなります。さあまたスローインに定評のある三浦選手、ボール上げてきました。もう一度スローイン。さあここはしっかりと守っていきたい FC マリアス、はい、うん、奪ってからのですな、奪ってからの最初のパス。そうですね、とここはファールになった。あそこに3本つなげると、はい、相手のディフェンスを回避できるので。そうですな、はい、さあ少し危険な位置でのそうですね、フリーキックとなりました、はい、ペナルティエリアわずかに外、はい、直接でも狙えなくはない位置ですよね。まあそうですね。ただ今回の場合だと中に放り込むような選択をしそうですか。いや風もあるんでワンチャンあるっすね。あ、なるほど、直接狙ってくる可能性もある。まあ壁の左側、右利きでしょ。もう一個左、あそこだったら、うん、5番の鈴木選手が蹴ります、はい、右利きの選手ですね、はい、となると少し巻いて味方に合わせるか。どちらにせよここはしっかりと耐えしのぎたい場所です。はい、うん、合わせてきた。こ、足で合わせる。ここはしっかりクリア、うん、しっかり打ってきましたね。はい、例えば後半のアディショナルタイムが出ました。後半、ね、アディショナルタイム3分です。やっぱりそんなに長くはないですね。そうですな、3分、この残る3分しっかりと戦っていきたい、はい、ワンチャンス、ツーチャンス作りたいですよね。そうですな、ここでどれだけ攻めに、はい、確かに前にこう出てくる選手が増えてきましたな、うん、もう最初から前で待機していくと。いや、うん、あ、ここはパスつながらず奪われてしまいました。切り替え、ここ奪いに行く、奪った。もう一個、しかしここも、FC、ホンダ FC のボールとなりました、はい、裏へ抜け出す。走っているのは岡崎選手。ここはしかしディフェンダーがしっかり対処します。いい対応ですね。ファール、ファールをもらいまして、FC マリアス岡崎のボールになりました、うん、あまり時間はない。もうすでに前線に張っているマリアスの選手が増えてきましたね、はい、そうですね、どう攻めるかですよね。放り込むのか繋いでいくのか。この時間になって、はい、ホンダ FC 側に動きがありそうです。はい、ホンダ今の多分釣ってましたもんね、岡崎選手、はい、ああなるほど、釣ったら交代のシステムなんですからね。そんなことないと思うけど。まあでもそうですね、ちょっと温存じゃないけども無理させないと言いますか、ここはそこまでやりきれってことなんですかね。
相当走ってましたからでも、うん、いやかなりの運動量でしたので負担はかなりかかっておると思います。さあキーパー角井選手から長いボール上げていきます、はい、合わせてきたのは酒井選手ここ抜け出す、うん、とここはカットに合いました。細かいパスとこういう長いパスをどんどんこう使い分けてきますな。そうですね。さあ、アディショナルタイム残り1分を切っております。うん、シュートもできたいですね。最後そうですな、最後まで攻め切りたいところです、はい、さあここパスはつながらず奪われかけ、セーフ、しっかりと奪いました。ここから切り替えたい、チャンス、大きいパス、酒井選手へつながった。さあ枚数かけて上がっていく、1枚来てほしい。酒井選手からつないで最後はと、ここはシュートまでいけない。あー、いいカバーです。さあ角井選手上がっていきます、はい、ここのパスには対処できませんでしたが、さあ奪いに行く、しっかり奪ってサイド終わりました。今目安の3分が経過をしたところでございます。残りわずかと、残りワンプレーほどの可能性がございますゆえにここは大事にいきたい。時間稼ぎですかね。もう最後まで闘志を燃やすわけにはいかない FC マリアス岡崎、はいはい、これ最後ここで倒されましてフリーキック、 FC マリアスボールです。最後行きたいですね。蹴るのは角井、これは長いボール蹴ってきそうです、うん、全員上がっていきます。前に張っているのは4名、さらに枚数増える。蹴ってセカンドボールで、セカンド拾えるか。さあサポーターの熱も上がってきております。最後ワンプレーになるか。角井選手から長いボール上がっていったと、ここはカットに合いまして、ね、長い笛、 FC マリアス岡崎一歩及ばず、はい、1対2、ホンダ FC の勝利にて、試合終了となりました。いやいかがでしたかお二人、これ見ておられて。いや悔しいですね。悔しいですよね、先制をしておっただけに、はい、FC マリアス岡崎としては、はい、大変悔しい結果になってしまったとしか言いようがない、うん、はい、しかしたらいい形もたくさん作れておったようにも感じるんですが。そうですね、まあ狙い通りの形を作れた場面もありましたし、はい、まあ、逆にホンダの方もいい形は多く作れてたのかなと思います。なるほど、なるほど、はい、その点で一歩及ばなかったというところでございますかな。平井殿いかがでございましたか。いややっぱ得点取った後の、はいね、5分間というか、そうです、同点されるまでの時間はやっぱりちょっと相手もギア上がった印象がありますし、そこでやっぱりマリアス的には もっとさらにこうプレッシャーを強めてもよかったんじゃないかなと思う。なるほど、なるほど、やはり1点取って、そうですね、1点取ってから取ってからちょっとね、はい、取ったでちょっともしかしたらね満足というかそういうのはしてないと思うんですけど、ちょっとなんだろう、そうですね、そこでもう一歩こうさらにプレッシャーいくみたいな、はい、やっぱりどう見ても相手の方がちょっとね動き出しとか早かったんで、早かったですな、点取られてから、うんうんうん、ちょっと取り返されるまでの時間耐えきれなかったというのも、はい、一つこうメンタル面といいますか負荷がかかったかもしれませんね、はい、でもマレースもまあチャンスは作ってたので、はい、まあ、ポスターだったシーンもありますし、地主の選手のね、はい、シュートもありましたんで、今日こう初スタメンであった地主の選手も大変こう多く動き回ってチャンスも作ってと活躍もしておりましたので、はい、ここからの、活躍といいますか、そうですね、このそうですね、試合の方にも期待をしたいというところでございますね。さあ、ご覧いただきましたように本日、第11節 FC マリアス岡崎対ホンダ FC の試合は1対2、ホンダ FC の勝利にて、幕を閉じました。さあ、もうこの放送も終わりが近づいてきておるようです、はい、次回はですね7月10日でございますかな、再び、こちらでの試合にわしらもおそらく出陣と言っていいのか分かりませんが出演をする予定でございまするがゆえに
ぜひまたね、皆様この FC マリアス岡崎の今後の活躍にもぜひ期待いただきまして、応援をしていただければと思います。本日は誠にありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。さらばじゃ。さらば。